じゃあ、お一件が最初なんかおっしゃる形で。じゃあ、本日はどうもありがとうございました。一番初めに、いやいや、何の会見か言わなければ、本日はたまたまザッピングしてた人は、なんだか及川賢治の独演会かよって思っちゃうから。本日は、はい、横浜市長選挙に出馬される田中康夫、出馬され、あ、出馬よ、いや、そうか。お話を伺います、はい。よろしくお願いします。はい、こちらこそ。まずはじめに、先日いい、ま、この前ニューグランドの時も距離があったのでマスク取りましたけども、まあ、見た方も見てる人も、まあ、口元を見た方がいいかなと思うんで、はい、はい、先日記者会見、されて、はい、なぜあそこの場所あのホテルを選んだのかということをお話しするのを忘れたということでしたが、ええ、お伺いできますでしょうか。でトースポーだけ書いてくださったんですけどねホテルニューグランドというのは皆さんご存知の山下公園の真向かいにあります。で山下公園というのがなぜできたかというのは、まあ、私も大学生とか若い頃は知らなかったんですけれども、関東大震災の時に実は横浜市では2万5000人の方がお亡くなりになっているんですね。で東京はもっと多い人数で、まあ、東京の場合には皆さんご存知の今両国の場所の、被服廠跡、あそこで、まあ、避難をされてきた方が火が出てしまったことで、あの場所で4万人くらいの方お亡くなりになった。でそれ以外の場所で東京で亡くなった人というのは2万8000人です。で当時東京市の人口というのは横浜市の人口の5倍ほどなのですね。そうすると、まあ、被服廠跡で亡くなった方以外は人数の高で被害を議論するべきではなくて、それぞれ一人一人に命がありますし物語がありますけれども、2万8000人の東京の方に対して5分の1の人口だった横浜は2万5000人亡くなっていると。で山下公園というのはその、まあ、もう一面焼けてしまったことでの瓦礫を埋め立てて新たに造成されたのが山下公園です。で同時にホテルニューグランドというのは、まあ、神奈川新聞が私が立候補するんじゃないかっていう時にお書きになってたように、まあ、学生時代家庭教師のお金が入るとですね、当時から女の子とデートするのが仕事のようなものでございましたので、まあ、ニューグランドのレストランに行って、当時はもちろんカードも持ってませんから、その現金を握りしめて電車で、車もこっちで持ってませんから行ってレストランに行ったというような場所ですけれども、ニューグランドもその時、まあ、横浜が焼け野原になったことで多くの特殊家の方がお金を出し合って作ったという場所なんですね。ですから私はある意味ではその山下公園はサンデー毎日で倉重敦郎さんっていう毎日新聞の論説委員長だった方が4ページインタビューをしてくださって、ネット上でもヤフーニュースにも載ってますが、私のホームページにも載ってますけども、そこでも申し上げてあります。それは鎮魂の場所であるし、あるいは港の見える丘公園のそばには多くの、まあ、女学校という言葉はまたお前は LGBT に反してるとか言い出す人がいるかもしれませんけど、一応女性だけの学校というのがいくつもあって、まあ、文教地区でありそうした鎮魂の場所であると、その先に今までの埠頭が、山下埠頭は皆さんご存知のようにコンテナ船ができる前にいわゆる混載の荷物だったのが、コンテナに関しては本木であったり新本木であったり大黒埠頭であったりで、混載の船というのは少なくなったから役目を終えたという場所に今度はカジノだというのは、私はその歴史的な経緯からしても違うのではないかと。で他の方々は正式名称を記者の人もよく知らないんですけど、横浜市役所市政記者会というのがあるらしくて、そこの人たちが使っている場所で会見されているので、後ろが結果的に白い壁で座ってらっしゃってる。ただ私は皆さんご存知のように2001年の5月15日に脱記者クラブ宣言というのをしましたから、まあ、今日お集まりの方だけでなくてその他の方もスポーツ紙の方だったりですね、雑誌の方も入れる
場所を私が取った方がいいなと思ってまして、でたまたまあのホテルニューグランドにあの私が直接連絡すると、あの田中屋さんがなんか企ててるらしいってバレてしまうので、私の友人が私の会見とは言わずにですね、自分たちがちょっとセミナーをやるんだという形の中で聞いてもらったら、あの部屋だけが空いていたんですね、あの時間帯に。であの部屋はまあご存知のようにレインボーボールルームといって、昔はまあシャンデリアがあってダンスをするようなところだったらしいんですから、まあシャンデリアのまあ安全性ということで、あの時ご覧になったかもだけど、上にこう青い線と赤の線と黄色の線のようなまあ LED じゃないんだけど、こういう線のライトが入ってるっていうの、それはまあ結果として私は後から知ったんですけども、でまああの場所があの運よく取れたので行ったということです。話が長いってまた及川さんは言うんでしょ。でも起承転結で言わないと伝わらないことってのはあるからね。じゃああと2問伺ったら他の方に、質問もありますね。君は何その何内閣記者会の幹事社みたいなやつなわけで、さらと言わしないわけで、当たってない人に当てても司会はいいわけねえ。小野光子さんとかっていう芋津橋大学社会学部ご卒業らしいけど、すごいよねあの人。まあ、もう今日はね、もう見てる人もそういう人たちだからいいと思うんですけど、だってあの人知ってる？外務省のホームページにリクルート用のページがあって、そこにまあなんか、伴侶の方も外務省ご勤務らしいんだけど、私がいたのはワシントンとジャカルタで、あの途上国の経験もあります、ね、インドネシアって多分2050年には日本を GDP でも抜くし、という国を途上国っていう感覚が外務省のリクルートのページに、誰もその後よく新聞でもなんでこんな記事載るってのはさ、書いた人間というよりもさ、現場にも出ないでさ、10年前の文法を言ってるデスクやさ、あの部長がさ、チェックしてないってのと同じだよね。ほら驚いた。驚きません？だっていや100歩譲っても新興国って言うならいいよ、インドネシアを。途上国ってさ、差別じゃん。まあなんでこんな話になったんだ。でその人はほら手挙げてない人を投資術できっと質問したいだろうって分かって当てちゃうっていう。でそれを誰も他の記者が動画に残ってんのに手を当ててないやつを当てるって、俺たちのメンツはどうするって怒らないってのが日本のこのインパール東京インパール2021です。はい、すいません。で何であなたが2つもあと質問するわけあ、じゃあ他の。いやいやいいけど一つが、あの田中さんが長野県知事勤めておられたことっていうのは、はい、ちょっと若い人には知らない、うん、出てないので、そのことについてまず伺いたいのが、当時は冬季五輪の、2年後に長野県知事選があり、はい、財政再建団体に陥る寸前でした、はい、だけど田中さんは財政を再建され、一方でそれが新自由主義的じゃなくて北欧のように福祉も充実されたと、それはどのようにやられたのかということと、うん、あと対立候補の磯陣山中教授が事務所開きで、まあ、私を育ててくださいという、まあ、大人としてはどうかと思うような発言をされてますが、どうお考えか以上にてお願いしますいや、あの私は昔からあの計画はあんまり立てない人なんです。あの知事の時にご存知のように、あの必ず総務省が中期5カ年計画とか作りなさいって言った時に、でみんなそこに書いてあることって全然飛び出す絵本のような言葉じゃないんですよね。どこの自治体に持ってってもいいようなこと書いてあって、でだから私は、まあ、宇沢博文という方を直接存じ上げなかったけど、彼のような歴史観とか社会観とか、ここで本来国家観という言葉を使わないと、あのなんかあのホラノモンテレビの人は怒るかもしれないんだけど、あの、まあ、その人に
コモンズから始まる新州ルネサンス革命、まあ、彼だけではなくて彼以外にも何人かの委員がいて、その中の一人は今あのリニア中央新幹線に関して問題だと言っている静岡県の知事になっている方が、当時はまだ大学の先生で彼も入ってたんですね。だから私は常に形じゃなくてあり方、形だとやるかやらないかとかですね、丸か×かだけど、皆さんだって我々が至らなくても考える足ならば丸か×かだけではない思考をしていると思うので、でまあだからその中期5カ年計画に代わってコモンズから始まる新種ルネサンス革命というのを彼らの議論のもとに小沢さんに書いていただいたんです。で話がそれましたけれども、私が就任したするまで長野県が財政再建団体転落寸前なんて誰も言ってなかったわけですよ、地元のメディアも県会議員も。で私がなってしばらくしたら当時財政課というあのの方が、いやこんなに大変ですっていうわけね。でさらに言われたのは、1日の利息の元本じゃなくて1日の利息の返済だけで1億4872万円ですって言われて、まあ今日見てらっしゃる方はきっとそれ以上の、資産を FX でお持ちの方も紛れ込んでいるかもしれません、ディスるためにいるかもしれないけど。でまあ、当時あの岡山県と並んで悪かったんです。でもまあ岡山県も取り立ててその時何もしてないけど潰れてはいませんからね、そうなるとあの財政なんて何もいいのかって話になるんだけど、でも少なくとも私は別に政治と 家の家計と違うってよく言う人たちがいるけど、それは一般的に考えて、もしあの日本をぶっ潰そうと思うような IMF とか国際銀あそういう機関があったならば、こんな状況だってことでジンバブエにすることだって簡単なわけですから、少なくとも健全化は必要だなと思ったんです。ただ健全化をするときに、多分今回もあの横浜に関してあの12の取り組み横浜2021ってのを書くと、短いあの理解してくださる方は比較的長いコメントを書いたり、 あのメッセンジャー、私の場合にはあのツイッターでもメッセンジャーでもフェイスブックでも誰でも書き込むことができるん で決して消すことはしないし、メッセンジャーも知らない方から届くんだけど、そうでない方に限ってあの短い文章で財源はどうするって書いたんですよ。でもこの財源はどうするって言葉は、一番今までの旧来型の政治家が財源がないからできませんっていう方便でしかなかったと思って、でただまあ今及川さんの話で言うと、今回も述べたように、私はすごく単純っていうとネガティブなんで、まあ、シンプルな考えで、あの人が人のお世話をして初めて成り立つのが福祉医療教育、あるいはまあ観光とか、今日本が言ってるツーリズムって感じではなくてですね、観光であったり環境であったりが新しい21世紀、ちょうど2000年に知事になりましたんで、2000年の10月からですから、21世紀型の新しい労働集約的産業だと思って、でそれをやってきたっていうだけのことです。でその中で借金が6年、在任6年でしたので、皆さんご存知、私は出来が悪かったので2年間であの中間テストを受けろっていうふうに言われてですね、で中間テストを受けて、でも在任6年、それは職員の協力もあるし県民の理解、知らなかった方もいるでしょうけど、ですから6年間で923億円あの記載残高を減らす、で毎年減らしたのは当時の47都道府県では長野県だけでしたし、あるいは年度でいうと7年度連続基礎的財政収支のプライマリーバランスをが黒字になりました。でもそれの目的のためにやったわけでは決してなくて、それは後から良い意味でついてきたことだと思うんです。でここでまた田中康夫的な中を入れないと皆さんが楽しくないと思うので、私と当時同じ頃県知事をあの
小沢一郎さんの地元の県でやっていた方が今日本郵政という青井清行の今週の週刊ダイヤモンドはこんなにダメなら逆に国営化しろとかいう、これなかなか鋭い記事なんで、あの経済誌の方が、日本経済新聞も困った記事もあるかもしれないけど意外と鋭かったり、週刊ダイヤモンドやファクタとかありますけど、まあここのあのトップをなさっている増田博也さんという方は在任12年間で借金を2倍にされたんですよね。なので私はあの参議院議員になった後、最初の予算委員会の質問の時にその方が総務大臣でいらっしゃったので、ちょうど私の質問はあの11時30 35分くらいからだったんです。その時もあのホップステップ肉離れっていう民主党という人たちがいて、そこの会派にあの私はあの個人タクシー会社の新党日本っていうので、あの当時亀井さんのところは国民新党かで、社会民主党がいて、で新党日本がいて、なんかすげえ長い会派名だったんですよ。で時間をもらえたんで、だからちょうどあの11時57分から NHK はあのお天気予報だからローカルニュースになっちゃうんですね。でそこで生中継が切れて、次は1時からなんで、それにこう時計を見ながら、で次の午後の質問を増田博也さんに、ところで増田さんは在任12年間で借金を2倍になさいましたけれども、それはどのようなあのテクでなさったんでしょうか、つところでちょうど天気予報に行くっていう、嫌なやつだよね本当に。でそうするとだけど、そうすると NHK もあの当時は国会質疑なんて見る人いないのに1時から見てくれるからねってのがありました。まあいいや、だから結果論です。でも結果論といったって、それは方針のような四角四面な文章なくたって考えていかないとできないことだろうとは思います。だからまあ30人学級を6年生まで全学年で最初に導入したとかっていうのも、それは雇用で、それは今までの信濃教育会とか教職員組合だけではなくて、長野県に I ターンや U ターンや J ターンしてきた人で、そのまあジェンダーが男性でも女性でも、ちょうど子育てもあって転勤してきたから、パートナーが教員を辞めたっていうような方いて、教員は都道府県ごとやし、あの政令市ごとの採用ですからね。でそういう人が長野県でもう一回やろうという場合には、優先的っていうんではなくて、今までのような試験ではなくて入れる。でもこれをやっぱり一番起こったのは信州大学の教育学部ですからね。でも僕は、皆さんだってそうで、いろんなお仕事経験されてることだ、最初から大学22で優秀な方もいるかもしれないけど、社会経験なくて教員になるということが、その教員の世界に入ってしまえばもっとタコツボになっちゃうわけで、だから海外青年協力隊に行ったような人で教職員免許を持ってる、往々にしてこういう人は任期付き任用の職員で、多分縁故がなかったので信濃教育会や長野県教育委員会から採用されなかったような方を採用するとか、その県外で免許を持っている人を優先的に採用するようにするとか、でもそれは雇用ですし、まあそれは同時に今までの輪を乱すというふうに地元のメディアには言われたわけですけどね。まあそういうことをやっていたの。でもまあ今65ですからね、当時44から50ですから、まあそれに比べると、あの多少あの戦う力は衰えていないと思いますけど、もうちょっとあの時よりはいい意味でうまくってのは僕のためじゃなくて、良い結果を出す上での方策というのは、きっとその信州で学んだことが活かせるかなとは思ってます。1個目それでいいよね、はい、2個目なんだっけ、山中教授の私を育ててください。同じぐらいの歳なんかね、すごいなんかニューミュージックのタイトルみたいな具合だよね、私を育て、いや、また子供が言うならわかるけど、だって育てる暇ないでしょ。日本中が今もう日本がどうなっちゃうかって自由民主党支持者の人だって思ってるわけであって、それの時に未だに
自民党支持者はダメだとかね、野党がとか野党共闘がとか、もうイデオロギーの、イズムって大事ですし、イデアは大事ですけれども、ものすごく硬直した、自分たちが安全地帯の自分たちこそ村社会にいながらイデオロギーを言ってる人たちってのがいて、それは大多数の5割近い、あるいは5割を今超えてるかもしれない、特定の支持政党がないという人たちにとっては、世の中がちょっと良くなればいいなと思ってるのに、そういう村社会的な拳投げ方というのは、僕は本来その政党を支持している人たちも違和感感じてらっしゃるのに、なんかそれができてない感じがしますし、今の言葉で言うと、私を育ててくださいというのは、同じスタートラインに立てない子どもや障害をお持ちの方とは違って、大の大人っていう言葉がふさわしいかどうかは分かんないけど、それは甘え以外の何事でもないんじゃないかなって、あるいはそれを私を育ってくださいって言うから、はあ、素晴らしいって言ってる人たちっていうのは、あんまり僕がっていうか、かなり好きではないハンドインハンドの世界なんだなって。でも そんなこと本当に言ったんだ。あ、事務所開きで。事務所すごいよね、4階にあるんだっけ、空中店舗だよね。なんかバブル期にほら、銀行がさ、もう大金持ちばっかりの不動産だのなんかやってる人は、1階にあると関西の言葉で言うと顔刺すから、1階で奥の部屋入っていくと、1階でほらね、預金少なくてキャッシュカード引いてる人から白い目で見られるからってんで、空中店舗って作ったじゃないですか、日本橋だのなんだのに、4階5階にビルの。選挙で1階にないってのはある？今まで皆さん経験で。どんなに畠山さんの得意分野のインディーズの人だって、まあそれは自分の家っていう場合はあるかもしれないけどね、一応事務所を持つ人って一応裏通りだって1階だよね。4階ってやっぱ俺はかなわないなと思った。すごい、この逆転の発想は。みんなに見られないようにね、白いロールスロイスやベントレーやそういうのに乗ってる人が前に車止めてても、それは4階に上がっていくとは、関内の駅前歩いてる人は分からないからね。すごい、やっぱテクだなって思いましたよ。こんな話するために俺は来たんじゃねえんだよ。はい、ドクタンダさんから、はい、次林さん。ごめんなさい、椅子がすみません、ちょっと、はい、アイドプリューターの坪田さんと申します。よろしくお願いいたします。はい、3年前の記事、記事、インタビューを拝読しました。はい、その上で、しつこいかもしれませんが、もう一度改めて、はい、なぜ今このタイミングで横浜立候補されるのかということをお伺いしたいと思います。記事によりますと、4月12日には住民票をお移しになっていらっしゃいます。はい、まあ中区の山手というところですか。だいぶ前から出馬をお考えになっていたということでしょうか。もう4月12日って誕生日、私が65になった日なんですが、まあ、別は私は縁起を担ぐタイプでは全然ないけど、まあ、誕生日の日に新しい住民になるというのも多少悪くはないかなと思いました。まあ、これはホテルニューグランドでの会見でも述べましたけれども、私はFM 横浜と呼ばれている放送局で、たまらなく AOR というのを2015年の10月からですから、まあ丸6年ですね、やってます。まあ、これは知ってる音楽好きの、まあ大体音楽が FM 局がかかるのでの人たちが、まあ私がもともと皆さんご存じのように AOR というジャンルの、まあありてに皆さんで言うと、まあバリー・マニローであったり、ボズ・スキャグスであったり、あるいはダイアナ・ロスであったり、まあそういう感じのジャズ・ロックでもない、でその辺をまあレコード
番組では5000枚やってますけど6、7000枚持っているので、で83年に私にとって3冊目ですけども、たまらなくアーベインという本を中央公論新社から出して、それは100枚 AOR のレコードを、これは先ほどのイズムの話にもつながると思うんでちょっと許していただきたいんですが、100枚のエコールを選んで、それを朝昼夕方夜と分けてショートストーリーになっていると。そしてそのレコードの、当時はレコードですか、音楽のことがあって、そしてそれに関連するようなアーティストが他のアーティストも紹介されていると。でも前からレコードのライナーノーツっていうのが、輸入版を買ってましたけど日本版も買ってると、ライナーノーツっていうのがなんかしっくりこなかったんですよ。というのはこのミュージシャンは、ブルース・スプリングスティーンはこういうメッセージ性を持ってるって言うけど、お前英語わかるのって、バイリンギャルっていうね、最初両方病気2つもあるのかって、またこれを言うとここだけ捉えてですね、多分どっかこたつ記者と呼ばれてるような、まあどうせ関心ないと思う、デイリースポーツみたいなところはですね、こたつ記者って呼ぶんだってね、デイリースポーツの記者の方って。ただこたつに入っててテレビ見てて、他よりも早く1秒でも早くヤフーニュースに載ると、ページビューが増えてウハウハっていう。神戸新聞はね、本当に神奈川新聞と並んで全国紙が都市部なので、駆逐しに来てるところで、私はとてもいい意味で体を張ってるのが地方紙の中で、神奈川新聞と神戸新聞というのは私は大したもんだと思ってるんだけどね。私がだって選挙区だった兵庫8区の尼崎は神戸新聞って500部だよ。でもちゃんと支局を置いて阪神館のことも書いてるんだから、私は大したもんだと思ってるんだけど、話それたけどどこ行ってたんだっけ、なんだっけ、ダメだこれ、何ん、あ、だライナーノーツ、ライナーノーツだって、そんなの演歌だってさ、拳聞いてるところ言葉わかんないのにさ、英語のメッセージわかるかよってのが俺思ってたわけよ。でだからそれよりも日曜日の朝お茶飲んでる時に、雨が降ってる時になんか聞きたいなって曲だったり、いいお天気だった週末の夕方に海岸沿いを走ってる時に聞きたいとか、デートしたんだけれどもなんかあまりうまくいかなくて家に送ったんだけど、そのままちょっと雨も降ってきた首都高を疾走してちょちょりながら涙ちょちょりで帰る時に聞くとか、でそれぞれみんな音楽も、あるいは皆さんが見た写真でもそういう記憶とともにあるわけで、それがイデオロギーとかメッセージとかっていう言葉でいくのは僕はちょっと苦手だったんですね。でまあそういうことで、まあそのたまらなくアーベインっていうのはそういう本だったんです。でまあそれを読んでたような方々がいて、まあこれは意外と田中康夫の本売れないのにですね、アマゾンなんていう無国籍企業でどこに税金払ってるかわからないようなのができる前から古本屋でずっと値段高かったんですけど、まあ今は川出書房新社から再刊されてますけど、でそれを見てた人たちがやっぱり今の音楽番組じゃないのを作ろうっていうことで始めたのが F 横のそれです。でまあ2週間に1回録音するので、そうするとまあそのスタッフたちであったり、あるいはまあだんだんそれを聞いてるということで、横浜在住の、まあ、ちょっとご商売されているとか、あるいはまあ大学時代の友達も横浜や湘南出身で横浜に家建ってるっていうような人がいて、で、まあ、そういう人たちと会ったり、週2回ですから、あるいはまあ僕は昔からポパイの、あの時会見でも言ったけど、東京スティミュラスレーンって、これは本にならなかったのは何でかっていうと、私が後書き書かなかったからなんで、怠惰極まったんですけど、ポパイでずっと近道を、当時ナビなんてない頃に抜け道や近道を走りながらのショートストーリーだから、まあ横浜から帰る時も首都高そのまま帰るのも尺だから、いろんな道通って東名の方まで行きながら帰るとか、でまあ彼らと話してると、だん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 横浜というイメージ、リクルートコスモスというようなところが出してるような、住みたい街とか憧れの街って言われてるのとは違う、まあ横浜ナンバーの車でちょっと誇らしげかもしれないけど、現実に給食であったり高齢者であったり、あるいはその他のことが違うよねっていうのを聞く中で、
そうか、日本のその閉塞感の縮図だなってのは思ったんですね。でまあたまたま私はその信州長野県で知事をやった時も全く経験はないけど、その前に阪神淡路大震災の 50cc のバイクだったり、あるいは98年の神戸空港の住民投票だったり、あれも公共事業がいい悪いじゃなくて、神戸の場合に私が非常にシンクロしたのは、やっぱり長野県行った時に栄村の秋山郷というようなところは雪で閉ざされてしまうわけですよ。とそこに冬も救急車が通れるトンネルを作るってのは、これは固い言葉で言うと生存権かもしれないし大切なことだけど、神戸の場合には新幹線の駅があって、伊丹空港と関空があって、高速もいっぱい通ってて、ましてやみんな多くの人が二重ローン抱えたり家族を失ったって時に、で僕は経済的新自由主義では全くないですけども、ちょっぴし現実的なところがあって、そんなに空港欲しいんだったら山陽道と中国道の分岐点のあたりに作ればまだ家もないような場所で24時間の西日本の看護空港を作れるし、そんなの300億円もあれば、300億円大変な金額ですけどできるわけですよ。それを海を埋め立てて砂利を使って山海へ行くと言って六甲山削って、で埋め立てだけで4000億ってけど、どんどんそれこそ上回るわけで、モノレールも延伸します、1兆円ですってな、借金返せないから借金を自転車操業を続けるためだったってことだと思うんですね。だから空港がいい悪いじゃなくて、世の中の在り方、とりわけ都市になってるところの公共事業の在り方の象徴だったなと思うし、だからあの時ももう亡くなられたけど東レの副社長をやっていて、まあリタイアされて関連会社やってた人が斉藤さんって人ですけど、一緒に署名を集めたりしたのは、彼は言ったのは自分は資本主義の巣窟だったと、でも資本主義の巣窟だからこそこんな計画はありえないにもかかわらず、それが平然と当時の、まあ、今の与党と同じような与党だけでなくて連合後東京といって、社会民主党って名前書いて社会民主党であったり民主党であったりが大賛成をしてるって変じゃないの、彼はイデオロギーじゃなくて一人の人間として変だと思うっての言って一緒に署名を集めたのね。私はそういう人なんで、でまあその中でそういう経験あったけど、まあ長野県が戦後45年間、あじゃあ戦後55年間だ、戦後55年間3人のだから4人の知事会で20年間ずつみんな旧自治省出身者がやってるって言うんで、それ違うんじゃねえのってのを一般の市民は地元の新聞に投書欄はそういうの必ずアリバイで載っけてくれるけど、その力だけでは無理で、またそうなんのかなって、副知事がで、だって当時120市町村あったうちの119の市町村長がその副知事に出てくださいっていう3階にある副知事室に副知事モードをして、無所属の人っていたのかな、あとはまあその、離れ小島にいた日本共産党の人とだけ以外は全員頭下げる。でもその時にまあ皆さんご存知のように地元の指定金融機関だったところの頭取と、あとでも一番象徴的だったのは長野商工会議所の会頭という人が田中康夫がいいって言い出したんですよね。その地元の新聞は当時ね、朝日年刊みたいなのがあって見え張って、今ないと思うけどデジタルだから、朝日年刊みたいなのの分冊ってのがあって、そこにはその1年間の長野県の出来事と同時に長野県出身の著名人の名前と略歴が載ってたんだけど、田中康夫は載ってなかったんですよ。私は小学校2年、東京オリンピックの年に父親が信州大学に勤めるようになったもんですから、上田という繊維学部に教養課程が統合されたんで4年から高校まで松本だったんです。
で多分そのなんとなくクリスタルっていうのを書いた頃も長野県で高校時代過ごしてって書いたんだけど、その地元の新聞社の文冊には載ってなかったの。アパルトヘイトされたんですなんだけどなんかどっかで見つけてきて彼らがなんかもう東京だけど面白いやつだからって言って出たので、その時その西名警備員さんっていう商工会議所の会頭は長野県商工会議所連合会の会長でもあって、そこは機関決定でその副知事を決めてたんですよ。でも機関決定したけども自分はやっぱりこっちの方がいいって言ったんで、もうそれは大変なわけですよ。外戦車が来ちゃうわけですよ。平野さんっていうもう亡くなられた平安堂っていう飯田から出てきたロードサイド店で書店をずっとやってて、でもまあ非常に立派な人で、この人の長野駅前の店舗なんて外戦車が来て、あの女たらしの田中康を支持する国賊平安堂ってやるんで、もう店員の人がその平野さんに大変です、平野さんって言ったら、その人なかなか気もそうやって構わんと、もう走り書きでいいから模造紙にマジックで書け、外は想像しいですが中で文化の香りをゆっくりとお楽しみくださいって紙を貼ったりしただからね、あのごめん、サンデー毎日の中に僕書いたように、白山さん今日持ってきた白山三郎さんの晩年の本でまさに無所属の時間、あれね、ごめんなさい、無所属の時間じゃなくて実は無所属の時間に生きるで生きるっていうタイトルで、朝日のなんだっけ今もなくなっちゃったあの新潮社の波みたいな本屋で無料でくれるってのに連載をしてたのなんです。だから無所属の時間で生きるで、この日天この空天この私っていう、まあ、エッセイ集なんだけど、僕はこのタイトルがすごい好きで、多分その僕を最初に支えてくれた人たちも組織では決めてた、組織で決めたことを従えないなんて今までだったら国賊ですよ。でも彼らはどうもそういう役人権勢ではないものにしようと思ったわけで、外戦車が来ても僕が良かったかどうかは別としてそっちじゃない選択にかけようって思ったんでね。でまあその意味で言うと多分今の横浜もみんなが思ってる解明的な横浜というのとは多分違うところが随分あると僕も思うわけです。で彼らも思ってる一方で、横浜愛とか横浜好きだよって人たちはたくさんいる、彼らもそう思ってる。でもその町の実態が子供育てるだけじゃなくて年寄りも、まあ全国そうかもしれないけど378万人近くいる町で97万人が、僕も65になりましたけど高齢者だけど、97万人いる中の51万人が独居であるっていう、いやその横には息子さんが住んでるかもしれないけれども、51万人も独居であるって、それは日本の縮図だし都市部の縮図だし、それをあの時僕が言ったよあの文章の中でも書いてるように、本当に保健師とか無給でほぼ無給で働いてる地域の民生委員とか、その力だったけではいかんともしがたい状況があるのにこのままになっているということは、まあ番組をやって通ってる中で義憤ではないけど、それを変えたいけど変えようがない町は全国にいっぱいあるはずで、そして今全部がね東京にインパール2021で日本はどうなっていくんだろうって、ホラノモンテルの人たちはいまだに日本すごいぞろんでいるかもしれないけど、データ見れば日本のだってそれは半導体はもう台湾と韓国なわけですよ、あるいは中国で日本は完璧に負けてんのに、記憶視野もよその国に取られてしまったようなものなのに、日本で宣伝してて記憶視野って何語だかわからねえような記憶ってついてるから、いやいやまだ日本の会社だって思ってるような人たちは、それこそあのカエルの楽園って書いたような人たちは、お前らこそカエルの楽園だろっていうのが私はずっと思ってたわけで、その縮図がもしかしたら横浜であるし、でたまたま私は番組をやって縁があったし、その町の人たちが少しでも変えたいと思ってんだったら、まあそれはとても挑戦する価値があるなって思ったってことです。非常にその個人的な体験とあるいは価値観と結びつけて、その空の意味を説明してくださって、すいません話長くからね、ごめんね。やはり市民の声を反映する
する政治というのは非常に気の長い仕事になると思うんですね。大変ちょっと失礼かもしれませんが、田中先生の、年齢から考えてもですね、人生の集大成になるような仕事ではないかと思います。いやだってなるってあなたさ、この間も朝日新聞の記者の人がさ、あの記者の人もすごくいい記事を、まあ、署名原稿だからだんだん関心持つと、地方面のがほらネットにも、朝日有料だけど朝日毎日もしょうがねえ金払ってネットで読んでるからさいい記事書いたんだけど、あの人も意図してではないと思うけど、必ず上司から言われてなった場合にあって、そんなんたらればだもん、分からねえじゃんお前。台風が来てお前投票率2割だったら、それは組織票私ありませんから。やはり、他の候補者よりもご自分のアドバンテージっていうのは、長野県知事時代の経験だとお考えですか？いえいえ、あのまあたまたま私は定額によって就職ができず、そして留年をして生まれて、これは嘘偽りなく生まれて初めて小説というものを書いて、それももともと私は米軍基地の中のお話や親子3人が川の字になって寝てる学園紛争の話、まあ僕って何って話ですね、前の方は限りなく透明に近いブルーってやつですね、中を自分でつけると立派な作品なのかもしれないけど、でもそうじゃない人がいっぱい世の中にいるのに、そうじゃない人は僕の周りにいるような、なんかテニスウェア着て、僕はテニスしませんけど、あるいは日曜日にディスコを借り切ってパーティーやってるって人は物語に値しないってのは変だなってずっと思ったわけです。だからその人たちを書いて、その人たちの生き方が頭が空っぽなのか、いやいや空っぽだって言ってる人たちの方が朝日新聞の論説委員をやってるっていうのがあんたがの精神的ブランドで、かあのゴールデン街行った時に日芸のバイトしてる女の子に、俺は朝日 の論書評委員だぜって言うと、その女の子もあら先生って行く、お前それこそがブランドってやつだよってのが僕のずっと思った、行ったことないけどさ、そんなゴールデン街なんて。だけどまあその頃は僕は家庭教師やったり、あの三愛って銀座と当時武蔵野間にあった三愛の洋服屋の中でレコードをかけるってバイトがあったんで、それやったりしてて、そのお金で女の子とデートしてる方が楽しいからだったんですけど、留年しちゃったからっていうか定額食らったからで書いたわけよ。だからでそれでまあまた物書きになってって、でそれも10月に文芸賞ってのを取るんだけど、その直前にフジテレビとモービル石油と決まってて、あのフジテレビは後で知ったんだけど、横澤さんってのが面接官で、横澤さんにしかない春夫ってのが、なんかあの二次面接の時にいた、キョロキョロ目クリクリさせてて、うちの受付の女とかをすごいよく見てる、あいつ面白そうだから横澤ちょっと三次面接でしっかり見とけって言われて、両方泣いてしてたので、まあもう私はテレビの才能あるなんて思ったけど、テレビ局行けば、当時はさ、今テレビ局社用産業だけど電通と並んで、電通ってのはあのね、電波の電に痛いっていう字を書く会社ですからね電通って諸悪の元凶になっちゃってるんだけど、だからフジテレビ行くと女の子にモテるかなって思ってたわけよ。だけど市ヶ谷川田町に当時あって、他の局は麹町とか赤坂とか六本木にあるのにちょっとなって思ってたわけだけど、そっちにしようと思ったんだけど、そしたら賞を取りましたって連絡が来て、で両方の会社に行ったら、モビル席はいいよ自分で、あのうちの仕事ちゃんとやってれば。でその時の偉いんだよね、フジテレビの人事部長は、いやでもね絶対、いやうちにぜひ来てほしいんだけど、君そっちを辞めないと、まあ当時売れるなんて思ってもいないわけ、本が出る前で、文芸に11月7日に乗る前に10月に両方決まってたから、1週間くらいのタイムラグで挨拶に行った時で、11月1日が当時拘束日だったんですよ、面接の。多分ね、嫉妬の渦だから、どっちかきっぱりやめるか、うちにきっぱりやめてうちにするか、君が片手間でも書くんだったら考えた方がいいって言ったの。すごい人だよね。でまあモービル石油にしたわけで、まあ横浜のつながり、また横浜でモービル石油に入ってさ、10人くらい入って、で座学の勉強でガソリンよくわかんねえんだけど、物理とか化学とか高校の時にいつも赤点だったから、で実地研修があって、
実地研修が今五反田のあの TOC のそばのにあったスタンドと、今武蔵小杉で高級マンション買ったのに駅に行くまで20分かかっちゃってわけわからないエレベーター難民の町と、もう一個横浜の元町の今マンションになっちゃってる八戸橋っていう元町の角のところのガソリンスタンドの3つのどれかで実地研修だったの。3週間くらいで阿弥陀寺をその教えてくれる人が作ったら、僕が当たったのは元町だったわけだ。それで当時まだあの東横線が桜木町までで、で桜木町で降りてその市営バスに乗って行くわけで、それでナッパ服に着替えると横浜銀杯、当時いないけど横浜銀杯ジュニアみたいな男の子と一緒に働くわけ。そうすると僕の本に出てくる美浜とか服装のワゴン車が来て、大満タンとか言われる。ガソリンスタンドってね、変な話不思議だけど皆さんも思うと思うんだけど、ガソリンスタンドってお客さんがそのさっき言ったそのあの僕を育ててくださいの店舗の前に、あの事務所の前に大集合しちゃった白いロールスのような車だけじゃなくて、幸運協会の普通のワゴン車の人でもやっぱり存在になっちゃうんですよ。やっぱ車に乗ってると偉いんだよね。だからガソリンスタンドに来て、ガソリンスタンドの人って本当に偉いの、あいなんとかって言われて、でやって洗車あとかで仕出し弁当を中華街から取って夕方になると、当時はまだあの丘の上にフェリスの短大とかあったから、それを迎えに来たような多分慶応かなんかの男が、後ろになんかボートハウスの袋とか置いてるようなやつが、あので女の子と言って、で女の子がバッチつけてるから、あら田中康夫さんですよねとかって言って、ええって言うと、違うだろお前顔似てるだけだよなって、あか同姓同名なだけだろうと、おっしゃる通りですとか言って、で5時半になると終わってまたバスに乗って桜木町から横浜で乗り換えて横須賀線で新橋とか行って、そうすると自分の父親みたいな編集者とに田中先生とか言われて、これはジギルとハイトでやってられないって思ったの。ごめんなさい、まあ、それが原体験で、だから僕はずっとその頃からあの表と裏ってのが嫌だなと思ってて、あるいは本音建前って言い方が嫌で、僕は全部本音なんですよ。だからよく僕のことをね、パフォーマンスっていう人がいて、もういいですかこんな話、どうせだって質問ほとんど多分この間したと思うし、また個別でIWJ とか絶対岩上氏がさ、俺今日今体調いいから今度 独占やらせろとか絶対来んでしょ。そんなに暇じゃないからさ、俺も1万2000円毎年払ってるけどさ、 IWJ に前回の参院選なんて IWJ に罵倒されたからね。まあいいや、まあ、そんなことはいい、あの温州の彼方で、なんでどこの話だっけ、アドバンテージの話でしたっけ。あ、だからね、今だって松本博さんがすごいのは、だっておもてなしっていうのの彼のパントナイムは全部表がないっていう、裏ばっかりっていうのをやったわけじゃない。あるいは本間さんのさ、本間さん下の名前なんだっけ忘れちゃった、本間龍さんのやっぱりインパール、東京インパール2020っていうのはね、俺はそれを文字って今2021にしてんだけど、あれは大したワーディングだよね。本当はああいうのに印税あげないといけないよね。秋元康なんてさ、みんながね、自分が寝てる時にさ、ああ川の流れにってさ、みんながカラオケ歌っただけでチャリンチャリンチャリンって金入んだからさ、俺このあのパテント印税とかさ、まあそれ写真を勝手に使っちゃわないといけないけどさ、だって我々の文章って引用されたって名誉税で、名誉税っていうか一銭も入ってこないわけじゃん。なんで作詞の人間はあんなにいっぱい入ってくるの。俺これ差別だと思うよ、はっきり言って。物書きの人、文芸家協会の人間もさ、ヘラヘラ林真理子様もしてないでさ、少しは言った方がいいと思うけどね。だから逆に言うとネット社会ってパテントフリーなんですよ本来は、と思わない。だからそれを勝手に写真を改ざんしちゃうとかそれはいけないけど、本来作詞だって引用されるのは名誉な話のはずなのに、なんで産業使っただけでジャスラックだかあのバカラックに金払わなきゃいけないわけ。まあ、あの社用な出版業界がさ、
話しとれたなんだっけな、どこ行ってたんだっけ。だからまあそういう人間だから、その意味で言うとやっぱ横浜長野も結局教育圏と言われてたけど、実はそうじゃない部分がいっぱいあるわけですよ。で実際に行ってみたら本当に満蒙から帰あの残留帰国子女ってつけるんだけど、まあお年の召した人が稲谷とかいっぱいいて、その人たちが本当にその本家の人たちもあんまり相手にしてくれないみたいな。でもそういう人たちは本当にね、150歳まで生きられないわけで、あと何年かで、で、まあ、僕はそういう人への県の支援っていうのをしよう。でその時にね、もう職員もしてあげたいって思うんだけど、それは厚労省がそれはできないってわけで、つまりその生活保護をもらってたりしたらその人にあげたらダメなわけよ。で僕はで簡単でね、でもそれはするべきだと思って、この時は反田中康夫だった社民党の議員までさ、いいことやるとか言うんだけど、まるで自分が長年言ってきたからだって手柄にしちゃうんだけどさ、社民党の県会議員は聞いてますかね、福島みずほさんは。でだけどその時にね、医者事業、医者ドクターじゃなくてなんか難しいって、そういう字を使えばいいって最終的に厚労省が、僕がずっと言うんで念を上げて飲むわけで、それはその時僕が地元のメディアはまあほとんど書かなかったけど、いくつかの雑誌とかに、本来日本によって歴史を自分の人生が翻弄されて、で長野県って満蒙に全国で一番出したってことが、当時のまあ天皇が自分で書いたわけじゃなくて、天皇からまあ昭和天皇ですねから表彰されたみたいなのが県史に載ってるわけ、三千と輝き。まあ、長野県って捏造の県ですからね。だって佐久間昭山は死ぬ時に、私の名前は佐久間昭山であると言ったのに、信濃の国でも長野県独自のなんか歴史教本みたいなのでは佐久間象山って書いてあるわけで、これは信濃教育会が象山の方が言いやすいって言ったんだから、朝日新聞の珊瑚礁事件よりもすごいのが長野県なんですよ。笑ってよ少し。朝日好きかもしんないけどさ、いい記者はいっぱいいるんだけど、バカな大将敵より怖いでさ、上の経営者が悪いとダメなんだけどさ、まあいいや。だからじゃあ僕はそういう人たちにで、半分帰ってこなかったわけよ長野県は、満蒙に行って、でそれで戻ってこられた方々がにって、だからそれはさ、この前言ったような演疫法では決してできないことなんですよ、機能法なんですよ。だってその人たちがあと30年生きられるわけじゃないけど、その人たちにやっぱ翻弄されたならば県として何かをしたいって、でそれを最終的に厚労省が僕がいろんなところで言うから、嫌がってっていうか、多分担当者もそれで心が動いたんだと思うんだよね。僕は それが何て言うかな、ね、ネゴじゃないけど、そういうことで今の国体政治的なネゴなんてのは結局組織のためでしかない。だからその意味で言うと非常に僕は不器用かもしれないし、協調性がないと未だに言う人はいるかもしれないけど、僕は個人のために、個人も拳を上げてるんじゃなくて、そうじゃない人たちが少し良かったなって思えることをするっていうのが、だからその意味で言うとサンデー毎日と言ってるのを、僕はボランティアも恋愛も行政も僕にとっては同じことだと思っているんですね、なんちゃって。だから少し IWJ にも理解してほしいなとは思ってたんですさ、昔から。じゃあ次、林さん、はい、林さんどうぞ、はい、どうぞ、もう短く、まだ大丈夫だよ、大丈夫、一応まあ4時って言ったけど4時半まではやってあげるよ。じゃあ林さん、やってあげるよって言うと、またここの変幻節句を捉えてさなんだよ田中上から目線って必ず来るけどね。はい、フリーランスの林さん、はい、よくお名前を存じ上げてます。2つですが、1つも最初の会見でお話になったかもしれませんが、脱記者クラブ宣言というのをやるんでしょうかというのと、うん、まあ、それで、記者クラブ、前の長野県政のやり方とか、ああいうようなことをするのかということを話すと、もう一つは、なんか日活構成を見たら、はい、なんかプロレシピとかが書いてあって、この前の参議院選挙の時に、維新の、うん、横田はじめさんが質問したやつね。あそこは IWJ が一番ちゃんと僕の言った発言を一字一句たがわず書いてくださってますから、 IWJ のその記事を読んでください。
まただから それがさ記者クラブ的なんだよ。自分の聞いた質問で鍵を作りたいっていう発想がもう IWJ が書いたんだから、それを引用してください。 IWJ も怒らないと思う。あのまあいいや、だ最初の方の質問、あのね、皆さんね、まあ、脱記者クラブ、まあ、脱ダム宣言の時にもうわーっていう人もいたし、当時はだからネット社会じゃないんだよ。だってツイッターなんかの SNS なんてことはねえんだからね。だからパソ通の時代ですからね、はっきり言って。初登庁の時に僕がたまたまで、初登庁も僕はなんで県の車で来ないって言った人がいるけど、だって登庁して初めて知事になるわけだから引き継ぎ式があって、だから僕はその支援者のスカイラインかなんかで乗ってったわけと、威厳がないとかいうやつがいて、何バカ言ってんだと思ったけどさ。でパソコン持ったままなんか打ってたんで、そのまま上がったら、パソコンを持って初登庁するようなのはみたいな、まあ必ずそうしたいんだけど。で脱記者クラブ宣言をしたのは何かっていうと、あの僕がまあたまたま知事になったんで、東京のテレビとか週刊誌も来る。で長野県って記者クラブが3つあったんですよ。で1つ目ってのは地元の石原慎太郎さんが昔田中康夫に知事だ、彼も知事だった時に、田中君すごいな、君の県では毎日品子で新聞が出てるらしいじゃないかって、なかなか石原慎太郎すごいと思ったんだけど、その品子の新聞と、もう一個長野日報って諏訪の方の地区の新聞って、ここはだから共同に入れないんですよ。共同通信はその品子の新聞しか入れてもらえなきゃ、各県一個だから権威主義でしょ。で時事も入ってるわけですよ。で長野日報は諏訪とか稲田でちゃんと出てんのに、そこは時事だけだったのね。でまああと全国紙、産経も含めて、朝日毎日、朝日、あ部数的に言うと読売、朝日、今は日経なのか毎日なのかで、産経と、あとまあもう一個は中日があって、中余談だけど、俺中日の人に言ったの、俺こちら特報部を読みたいから東京新聞をなんで軽井沢とか長野駅で売らないんだと、軽井沢駅で東京新聞売れば夏なんか絶対軽井沢に住んでる人だって東京新聞と読む人いるから、コンシューマーオリエンテッドにしたらって言ったのに、いや長野県は中日の範囲ですから売れませんって言って、長野県庁に届く東京新聞は1日遅れなんだよ。でこちら特報部はさ、金取って会員制にすればいいのに読めねえじゃん、いまだに。だからコンシューマーオリエンテッドじゃない、私は消費者資本主義ってずっとあのこの間のお渡しした封筒の中にも入れたけど、中国だって国家資本主義だし、アメリカもウォールストリート資本主義であるならば、それに対して納税者資本主義だったら子供は納税してないんだから。だけどで国籍資本主義だったら日本国籍じゃなくて働いてるベトナムの人とかネパールの人はいるわけで、僕は消費者資本主義であるべきだと思う。首相だっておばあちゃんだってみんな何かは買うんで、息をしてるのと同じように消費者に根ざした資本主義、国家資本主義に中国が中南海でなっちゃってんだったら、でもそれは社会主義やの敗北ではなくて、だからイデオロギーじゃないんですよ。外形的に一応資本主義って名前がついてるのは消費者資本主義であるべきだって思ってたので、その意味で言うと、で長野の NHK と長野の民放4局が入ってて、で東京の放送局はそこにお伺い立てると入れるわけですよ、僕の会見に。でその東京の全国紙の編集員と称する人も来れるわけよ。ところが雑誌は入れないわけだよ。あれはスポーツ紙は入れたのかな、どうなのかな。で僕はそれおかしいと思ったし、たまたま別に僕がね有名だからではなくて、でもう一番あれだったのは新聞、まあ今当時は新聞赤旗って名称じゃないとも赤旗だった、赤旗もつまり日本の政党の機関紙で最も部数が多い新聞も、日本の宗教団体で最も部数が多い政教新聞も入れなかったんですよ。今も多分そうですよ、全て。で俺何が信仰の自由とかさ憲法で言ってて政党政治だってのにふざけんなって思ったわけで、ましてや会見の主催権は長野県政記者クラブにあるわけですよ。
そしてね、3つクラブがあったので、松本には実は読売を辞めたあの人がやっていた市民タイムスという新聞があって6万7万出てるわけですよ。でそっちの方がお悔やみの情報早いから、シナゴで翻訳されるよりも早かったりするわけよ。あるいは長野県でもすごいと思ったら、その長野日報だけじゃなくて下諏訪市民新聞と、これは毎日新聞辞めたもうお亡くなりになった方が始めて、下諏訪市民新聞、諏訪市民新聞、岡谷市民新聞、知野市民新聞で稲谷に入って辰野から箕輪市民新聞って、で全部一面が違うんだよ、タブロイドだけど中は同じ部分あるけど、これはすごいことだなって思ったわけで、その人たちは第2クラブなわけよ。そして第3クラブがもうちょっと業界誌だったりするわけで、当時会見室が当然ないわけですよ。とじゃあ松本の人がこの福祉どうにかしてくれ、この公共事業どうにかしてくれって来ても、だ一番目のそのだって県のお金でコピー機使って、当時は携帯固定電話使って電気代使って、そして県が臨時任用みたいな人をそこに一人置いて、だから僕が言ったのは、あなた方が同行親睦団体としてそこで麻雀するのは結構ですと、でも全部税金でやりながら、そして第一クラブしか、第一クラブでもタバコ臭い部屋ででかいソファー置いてあって、そこでふんぞり返ってる人がいるところで、松本から来た人は会見やっても、市民タイムスには松本に帰って話すか、第二クラブに行ってもう一回話さなければいけないわけよ。コンシューマーオリエンテッドじゃないって僕は思ったわけ。それが脱記者クラブ宣言なんで、僕は記者クラブがいいとか悪いとか二項対立じゃないんですよ。あんた方だ だから僕はあの時表現者って言葉を使ったけど、つまりどんな人でも表現者なんですよ。皆さんもジャーナリストかもしれない。で皆さんも官邸グラバーひどいと言ってる、そりゃそうだよ、手挙げてない人当てちゃうぐらいのね、エスパー小野光子がお前内閣広報官やってんだから驚いちゃう話でさ、あれはこの間の TBS の澤田君じゃないとか君もうちゃんと質問してんのに、もう一回質問する時もその名前を名乗んなきゃいけないって、なんだって、それを書いているさ共同通信とかさ、どっち向いて仕事してんだよって俺は言いたいよね。そんなに官邸にごましたって意味あんのって話なんだけど、だからとにかく主催権が向こうだって。で僕はだから主催権は県ですって言った時に、彼らはそこに反発したんで、僕は言ったのは、いやお言葉ですけど、この長野県警本部長と長野地方検察庁の検事正の会見の主催権は警察と検察じゃないですかと。で僕はあなた方に当時携帯メールはないけど携帯の番号も教えてると、メールのアドレスも教えてると、僕は常にぶら下がりに答えてる。もし何か県の現場での不祥事があったとして、僕はあなた方のとりあえず質問が終わるまでぶら下がりで答えると。でその一巡したから、明日は週に1回の会見でエンドレスの時間だからそこで喋ると言った時に、田中は打ち切ったと。書くのはあなた方の自由だし、でもそれを判断するのは読者だと。僕は常にあなた方に答えていると言ったわけ。でもその時彼らは主催権があって最後そこに来るわけ。だから主催権、じゃあだったらなんでダブルスタンダードじゃないですかと、警察と検察はと。県警で不祥事があったって1ヶ月後の県警本部長まであなた方は会見を開けても言わないんでしょと。だから僕も晒すし、あなた方も晒されなきゃいけない。だから僕はフルネームで名前、小林さんなんて長野県わんさかいると。で逆に言うと僕の会見は、でそれで彼らが3つ部屋があったので、ご存知ように、まあ1個目をでかい部屋をその表現道場とつけたわけだ。ただ俺たちに稽古つけんのかっつってお怒りになられたわけで、次に2番目のクラブのところを、それは僕は表現道場、表現、工房、文書書けるように、でもう一個が倉庫、表現倉庫だ。テレビ局の人が毎日荷物持ってくるの大変でしょって。でこれの予算を出したわけですよ。そしたら当時地元にずっと、まあ地方採用って言葉嫌いなんだけど、にいた NHK のおじ様が、そんな予算は否決してくれと言って議会は喜んで否決するわけですよ。
だ僕はその時に当時ないランというか下引いてテーブルのところに、まあ無線はないからほらケーブルができるようにしてってのを出したの。でもまあもうそこの話じゃないんだよね、彼らは自分たちのメンツがっていうことだったわけで、だけど逆に言うとそれで全国のフリーランスも含めて入れるようになった。でもっと言えばアメリカ会見が開かれてるってことでもホワイトハウスに全員が入れるわけねえわけだよ、1万人入れるわけじゃねえし、それは選んでるかもしれないけれどもパスを渡すのは。でも一応それはロジカルにこういう基準でパスが出るってのがあるけど、その赤旗も政教新聞も入れないっていうのは僕はロジカルじゃないなっていうところなんですよ。であの時だから脱記者が偉いってよく言ったジャーナリズム論の学者もいるし、脱記者はおかしいっていう新聞社上がりのどっかの今でも思うけど立教とか上智でそういう香ばしい意見を言ってた教授もいたけどさでだからそうすると逆に一番あれだったのはもう夏休みの最後とか母親と中学生が来て課外学習の質問をしたりするけど、それは彼らはのプライドが許さないわけ。でも何言ってんだと、その子供が質問したのも微笑ましい記事として俺は書いてくれってことじゃなくて、もしかしたらそういう子供の素朴な疑問の方があんた方のデスクやキャップが忘れてたような視点があるんじゃねってことだったんだけど、まあ当時はまあ45ですからね。だからまあ横浜にも市政記者会があるらしいけど、まあそこにもフリーランスの人が文章を出して、比較的彼らはまあ時代の潮流もあるし納得しようとしてるけど、横浜市があんまり門前払いらしいからそこは変えますね。だけど脱記者クラブ宣言を出すとかじゃなくてもうちょっと違う方法を考えているので、それは考えているのでってでたらればの話になっちゃうから、まあ楽しみにしててください。別に喧嘩を売るってことじゃなくて、やっぱり全ての人が表現者ですから。でもちろんまあ当時は僕の頃は動画も同時はできないし、ただうちのね、長野県の時の職員の経営戦略局の子が全部会見も全部文字起こしをしてたし、音声も映像じゃなくてもあったから、それは当時としてはありがたいことで、当時だから週に1回会見するってのはほとんどなかったんじゃないかな。だから次に石原氏もやったんだよね。ただ石原氏はあの時に脱記者クラブとは言わないけど一応お金を取って部屋代、それがまた猛反発をアンシャンレジウムメディアから食らっちゃってなし崩しになっちゃったんだよね。だから多分彼も同じ考えは表現者として持ってるところはあって、だからそういう学習の中で多分市政記者クラブにだって個々の現場の記者は非常に何度か会う中で優秀というか感度が高いなっていう人はいるから、そういう人も納得できる形、そして皆さんだけじゃなくて多くの市民の人も参加できる形はちょっと、まあ、万が一ないの場合には、でもそれは組織がありませんから、うちはどっかのゼネコンが初日にポスターを全部貼ってくれるなんていうことはないですから。でも多分それは自発的に社員がやるんで組織的じゃないって言うんでしょうからね。これは横浜市に限ったことじゃなくて全国、うちはその意味で言うと、でボランティアやりたいっていう方はいいんだけど、まあとにかくまだ組織も何もないんで、一応8月の2日に事務所はオープンします。でも事務所開きって言葉もなんかさ形式ばってて、でもまあそういうのが好きなメディアもいるからね。でこれはね横浜スタジアムの皆さんに渡した名刺、横浜スタジアムの向かい側のまあ去年閉まったホテルの再建者の人がたまたま YouTube で見てたらしいんですよ。1時間45分見たかどうか知らないけど、でこの人から連絡があって、わあうちのところまだ再あれだけども貸すよって言ってくれて、もちろんお金払うんですけどね。で今のところ私献金ゼロですから、クラウドファンディングなんかやったら怖くてさ、長野の時も面白いからね、しなやかな長野県を育む会っていうのがで、まあ、長野県の人たちが作ってくれて、そうしたらねそこにね飯田市に住んでる
いわゆるまあありていに言うと暴力団の準構成員だか構成員の人が献金をしてたの。ところがこれがさ、県会議員がまあ多分僕に誰が献金してるかっていうので名前見て、こいつはそうだって、お前がなんで名前見ただけで知ってんだよって、すごくない？理解した今？理解した？大丈夫？分かった？献金した名簿があるでしょ。で献金した人の名簿は当然出すでしょ。でその中で田中康夫に誰が献金してんだ愚か者がと思って見てたら、ある構成員の人の名前があったわけよ。でそれを見た県会議員が、構成員が田中に献金してるって騒いだわけ。なんで名前見ただけでその人は分かったのかなってのが俺は未だに謎なんだけどさ。まあいいや、まあ国籍の問題もねあるから、まあ今のところ全部自分のお金でやってるんですけどね。まあなけなしの、だからなんだっけ、何の話したっけ、脱記者クラブ、あ脱記者クラブね。だから脱記者クラブはまあ全然脱記者クラブって言葉じゃなくて全然もっと違うバージョンになっていくんだろうとは思います。でもそれよりも何よりも組織がありませんから、ポスター貼る人もいないわけですよ。でポスター貼りの人って、前回も尼崎とかでもポスター貼りますっていうのが来ると、で何番って番号をほらもらって貼るの、全然違うところに貼ってる人がいるわけですよ。あともう対抗陣営から抗議が来ちゃって、基本的に長野の時からスパイはわんさかいますからね。スパイを排除するなんてことは無理なんですよ。本当にね一生懸命やってくれてる人がいて、ありがたいなと思ったんだけど、あるその外線車の運転の人がその後ろの方に行ったら、その人が全然電話して喋ってる内容がうちの情報全部伝えてたんで、あの人ちょっと変じゃないですかって言ってバレちゃったんだけどね、その人。だからもうスパイはしょうがないです。だからそんなこと構ってたりで、公選はがきは出しません。で公選はがきを出すってのはだって SNS だ、まあ、今だってうちの父親だってスマホ持って91になりましたけど、遅ればせながら皆さんほどじゃないけどちょっと私のニュース見てたりするわけじゃない。でまあ選挙中がもう更新できるっていうことだから、まあそれはずっとブースカという私のこのあと6時からある田中康夫ここだけの話とかホームページとか全部やってるところの会社が一応全部受けよう。これは三浦博さんのところが選挙プランナーつって高額取るのと同じ、あるいはなんか最近の若手のなんか花高高の絵、ああそういう方と同じで、全然そんな仕事やってないんだけど、映像関係の会社で、まあそこがまあ更新はしてきますし、動画もアップしていくんで、公選はがきって結局あれはあれなんですよね、参加したっていう、つまり動員っていうか、もう会社から言われた人がノルマで書いてて、で尼崎の時もあったの、その議員の人が、地方議員の人が、俺名簿持ってるからって、僕あれはね、神戸の住民投票の時から名簿がすごい価値があると思ってんだよね。で名簿を誰が管理するかみたいな話、なんかさ昔のなんか水田の水利権でなんか桑持っていくみたいな話で、で出すとさ、その議員の名簿が古かったんで亡くなってる人がいたりすると、もうその遺族から抗議の電話が、なんてことだ、うちの亡くなったじいちゃんにハガキ起こすとはとかあるから、もうこれもううちのような手だ、人数少ないところはもうやりません、そんなことは。だからその意味で言うと従来の選挙とは違うと思います。でもそれは従来の選挙も人手がいっぱいいたら、お金がいっぱいあったらやるけど、ちょっと違うかなって。まあいいや、じゃあ次いいのこんな話で。あもう一個な、もう一個あったよね。だそれは黒歴史の話は IWJ を読んでくださいよ。だからだって江田健二さんという人はね、維新の党だか維新の会の代表だったんだから、1回目の住民自治を破壊する住民投票の時のね。そして俺すごい不思議でしょうが、もう、まあ、今日は言うのやめようと思ったんだけど、しょうがだってさ、ポビドン陽動のが聞きますってのは、みんなが大好きな読売テレビっていう、皆さんが一番リライアビリティがあると言ってるテレビ局のリライアビリティがあるって、ミヤネ屋で大写しでフリップが写されたわけでしょ。
データ監修ポピドン陽動で、それ8月だよね、もう来丸1年だよね。なんでその時に抗議しなかったんですかね。ってことを誰も記者が聞かないっていうのが俺すごい不思議でしょうがないわけ。あれは嘘ですって、で大阪府は削除しましたって言うけど、そうしたら俺やっぱ偉いと思うな。ニュースソクラってあの日本経済新聞辞めた人たちだけど、ふざけちゃいけねえと、うちはデータ全部持ってるぞって言ってるわけじゃん。俺ニュースソクラあれでは思わず会員になっちゃいましたよ偉いと思う。だからでなんだか、だってデータ監修はしたけどなんとか言ってないって、だってメールのやり取り全部ほら大阪のね、あの住民破壊の不幸せ合併を反対って言ってた人たちが情報公開請求して全部上がってきてるわけでしょ。どうするんですかね江田健二様はなんか本当にホップステップ肉離れの民主党らしいのお家芸って感じはするけどさ、俺は分からん、そんなことに構ってる余裕はありませんが、でも変じゃない、1年間何も言わないで突如選挙になったらあれは嘘でしたって、ご飯論法じゃなくてこういうの何て言うんですかね、何論法っていうのか、ちょっと言葉考えてください皆さんじゃあ次北村さんの質問。はい、週刊スパの北村と申します。はい、日刊スパ両方やってます。両方やってんの、はい、なんで何あのハーバービジネスオンラインってのはやめちゃったの。やっぱり素敵な教科書を出してる系列会社だからやばいって思ったのああいうのは。でもそんなこと言ったら日刊スパだってやばいじゃん。日刊スパに載ってる内容だってお前立派な、まあ、正しい日本の歴史を把握しようっていう教科書を出してる会社としては、そこの教科書を使ってるのが横浜市ってところらしいんですけどねましてやその教科書選定員が違う教科書を、日本の歴史を正しく使えない伝えてないような教科書を使うって決めたのに、普通4年間くらいらしいのに1年か2年で正しい日本の歴史を教えますっていう元の教科書に戻したって、それで北村さんのボーナスも少し上がったのかな、よくわからん、まあいいや時間大丈夫ですか。大丈夫だよ、時間全然大丈夫。いろいろお伺いしたいことあるんですけど、どうぞ。じゃあ12の取り組みのうちの、はい、市議会議員提案の予算枠を作るということについて、はいはい、これちょっとイメージしやすいように、うん、例えばどういう具体的なケースで、例えばこの市議がどういうことを実現したいときに、どういう形で予算を使うことができるか、うん、はい、かりました。はい、もう質問先に全部聞いちゃう。もう一つはあの横浜ならではの、ホテルとかの文化歴史、をどう生かしていくのか。そんなこと書いてた。いや、あなたの意見ね。あの例えば旧市庁舎の払い下げの問題が多いと思いますけれども、あの例えばその維新だったらの 財政健全化って言って、あの大阪であのオーケストラや文楽のだからさ、俺さ、あの改革って言葉がもう使うの恥ずかしいって思いません？そうですね、右も左もだから上下左右の時代じゃないのに改革って言ってりゃいいって。だって残さなきゃいけないこともあるんだよ、守らなきゃいけないものもあるし、だけど旧態依然であぐらをかいてんじゃなくてってことだから。あと身を切る改革ってさ、本当にそんなに刀で切ってんのかよ身をSM かよで、その横浜の場合どういった形で生かしていこうと考えていらっしゃるのかということをお伺いしたいと思います。1個目に関してはあの会見でも述べたけど、必ず車の両輪って言うんですよ。でもね、多くの車の両輪はだって全国の都道府県知事の 75% は霞が関出身者ですよ。でそれは座りがいいんですよ、今までのピラミッドの利権分配にとっては。そしてそういう知事は、まあ、今もう一巡したから、僕の頃なんかでも他の県は男女共同参画条例とか出すわけだ。で議員提案と行政ととか男女共同参画結構だけど、それって理念条例なんですよ。予算もついてないし努力目標であって、でもそれがまるでなんか女性にとっても受けると思ってること自体が俺はそもそも
小バカにしてると思ってたんだけどね。で、あのだから車の両輪は両輪なんですよ他は。でそうするとこの間の時でも会見で言ったけど、地元の面だって議会はシャンシャンだから書くことがないわけじゃないですか。でもシャンシャンしてるけれども、それはみんなバンザイクリフに向かって財政だけじゃなくて福祉も教育も走ってるようなもんだって僕はずっと思ってたわけで、僕が知事だとね、まあつまり日本のほら高校野球と同じで、お前はさなんか挨拶の仕方が足りねえとかさ、そういう話で、そうするとだってヒットラーって言われたから、俺さ、いや俺はイタリアが好きだから、当時体重ももっと多かったからさ、太ったムッソリーニって呼んでほしいって言ったらまた怒られちゃったわけだよね。でそうすると揉めてますって自分だから、長野の地元のテレビ局なんてそれまでの官僚憲政だとさ、夕方のほらニュースの尺が生まれないわけだよ。だからタンポポが咲きましたとかどんぐりができましたなんて話やったわけじゃん。で 俺になっちゃうとさ、いっぱいやることわんさかあるからさ。でそういうとやっぱ長野の頃も当時全国紙でいた人は、これあの片山、あの鳥取の片山さんも言ってたけど、その頃いた記者って東京面にいっぱい乗るから名前も知られるからだいたい東京に上がってんだよね。だから俺本来言ったの、長野で俺のことさディスってたような記者がそれによってまあ中央に上がったんだから、俺に表彰状1枚くらいくれよって言ったんだけどさ、もう俺んで言い方になってきちゃって、であのだから車の両輪って変だなって思ったのだけど、で僕はあの時言ったのは、最後の頃に5年目くらいかな、コモンズ支援金っていうのを作ったんです。でそれは何かっていうと、ソフト事業、例えばバイパスができましたと、でもそこにまあ車いっぱい通って歩道は通学路できたけど、そこに花壇を作りたい、でも花壇の種くらい買うけど花壇 を維持する費用、それ50万かもしれないんだけど、それって地域の潤滑油なんですよ。でそういうのは小さな自治体だとなかなかそれも苦しいと、だから小さな自治体庁や、いや中規模でもいいんですけど、あるいは地域のその上下下達じゃない町会とか、そういったところが予算を出せるっていうのを作ったんですよ。でそれはまあ県の職員とあと何人かでそれを査定じゃなくて、あいいことならばお金、それ50万100万はものすごく生きる潤滑油になるわけで、それがコモンズ支援金だった。だけどそれは時僕はやっぱ失敗したなと思うのは、県会議員は失敗というか、県会議員はますます、今までも公共事業は県会議員に言って、県会議員も若手は言えなくてそれのドンに言って、ドンが知事とか財政課と決めていつの間にか決まってたわけじゃない。それは僕は不透明だと思ったわけだけど、彼らとすれば B2C になっちゃったから不愉快なわけですよ。で意欲のある町村長はいろいろ持ってくるから、でそれがつくから、それで1000万とかになってる。で横浜市も僕は自民党の議員も含めてちゃんと話したわけじゃないけど、なんか言ってることとかを、まあ、タウンニュースとかそういうので喋ってるのを見たりすると、ちゃんと考えてる人っているわけだし、それは市会議員はやっぱり一番良くも悪くも地域のことを見ているわけじゃないですか。だからそういう人が出せる予算枠、予算の提案権は首長です。それは法律を変えない限り無理です、条例じゃなくて。だけどやっぱり議員提案予算枠っていうのがきちんとある、それなりの金額、まあここで金額を言うとまたそれが一人歩きしてっちゃうから多いとか少ないとかがあるけど、でもこれはいい意味で、じゃあその議員にいわゆる、まあ、公共事業はまあ補助金の関係もあるし一緒に出していくものかもだけど、そういう今言ったような潤滑油、だ地域の活動で本当にまあ障害児のことを支援しているグループに本当にね、お手当じゃなくてなんかいい潤滑油の予算って、まあ、僕想像できないことあると思うんですよ。でそういうものを議員が出してくる、でそれがグロスとしてそれなりの金額でも80何人いるけど4兆円近い予算なわけですから、その中で1兆円ではないだろうけども、もちろんでそれなりの金額をやるってことは、逆に言えば喜ぶ議員もいると思うので、今までもう部局に言っても通らなかったものができると思うし、でもそうするとそれは
こんな予算をこの議員は提案しましたということで、1年後にそれは効果があったのかなかったのか、もしかすると国対ばっかりやっていた人はその枠の予算を提案しきれないかもしれないし、もっと出したいという人もいるかもしれないけど、ある金額で最初やってってもらうということで、それはいい意味で地域の人も議員を見るし、それは根掘り葉掘りじゃなくて地域の人も市政に関心を持っていくことになると僕は思ってるんですよ。だからそれはぜひ行いたいと思ってて、これは決して議員におもねるってことではなくてね、議員も市民によって育つ、市民もそのことによって育つっていうことだろうと思います。多分それは小さな自治体でやってるところはそこまでのシステムとしてじゃなくてあるかもしれないけど、多分政令市とかそういう規模ではないと思うので、それはぜひしたいと思ってます。え、で、なんだっけ、教科書じゃなくて何武装者の教科書じゃなくて何だっけ、何だっけ、何旧市庁舎の払い下げ問題も、はいはい、その横浜の資産としての文化的な歴史的な資産をどう評価していくのかという、うん、あのね、もちろんあの村野東吾という人が作った建物で、あの建物の問題として言うと、まあ、例えばそうだな、昭和30年代とかにイタリア の, あの建築とかでできてきたような建物であって、みんなが一目見てすごい建物とかそういうことではなかろうと思います。ただあれを7700万円で払い下げちゃうというのはね、だってその金額だって分かんないけど、査定が9億いくらってなってるのがなんで7700なのか、これこそ手続きの問題で、これこそコンプライアンスだし、これこそコンプライアンス顧問はどう思ってたのかなってことを僕言ったらなんかお怒りらしいんだけど、おかしくね。で、あるいはあそこの土地自体入れると何百億だっていうものがさ、そうなって、でこれもまたね、もうよくあるなんかほら、グロービスで経営大学院あたりで教えてそうなさ、そういう意識高い系の人はいや、あの金額だってそれで行政がやったらもっとかかっちまう、でもあれ修繕してんだよ、何十億かかけて、であれは妥当な額だとか言ったけど、それこそアルゴリズムなんだよ、それこそなんかビジネス、あのコンサルタントっぽくてさ、それはやっぱ暗黙知ってだあって、だって皆さんだって買い物するときにさ、これ高いなとか、ちょっと値張るけど、これこの豆腐だったら買うかとかって暗黙知なわけですよ、数字に換算できない、だから人間は考える足なわけであって、あれが7700は横浜スタジアムの向かい側の建物7700で、特定の不動産会社と特定のホテル業者に、みんなだって7700ならローン組んでてもやりてえやって人だって、マンション買う人はみんな思うでしょうよ。でそれがコンプライアンス上問題視されなかったってことの方がよっぽど俺は問題で、だからコンプライアンスとか、あの時言ったけど、カタカナ田中康夫と石原慎太郎この野郎使いやがってっつって、いまだに使ってる人が緑の旗振りおばさんで、なんか西新宿の方にいるけどさ手続きなんだよコンプライアンスって、コンプライアンスって言葉使うからなんか煙に巻いてるんで、手続きなんですよ。あるいはガバナンスってのも、まあ、統治って使うとさ、なんかね、上から目線でなんだけど、ガバナンスっていうのもさ、責任を取るってことですよ。そのリーダーが的確な認識を持って迅速な決断と行動して明確な責任を取るってことだから、だからもうコンプライアンスっていう言葉とかそういうカタカナを使わせるのはやめさせた方が俺はいいと思うんだよね、なるべく。と手続きで、手続き上おかしいと思うじゃん、おかしくねっていう人の頭の中 MRI で見てみたいと思うよ、あれを7700万円で特定のホテル業者に行くって、だそれこそ縁故主義でしょう、ネポティズムとクローニズムってね、親族主義と縁故主義でさ、ただそれだけのことで、多分それは本当に一部のメディアが一生懸命書いたけど、あまり盛り上がってなかったことでもある。そしてまあそれに対して行政訴訟かなんかいろんなことをしてた人たちがいるけど、それは却下されてたわけだけど、でもそれはやっぱりあそこが争点ということじゃなくてあるなと思う。あとね、もう一個、その上瀬谷の
が東京ドーム51個分だって言って、で北半分だけだって25個だよ。であそこに僕はその消防救急だから消防訓練施設なんかもう横浜はボンボロなわけ、写真で見ると。だから消防救急って僕は本当に長野の時にさ、行政の中で稀有な存在なんですよ。行政はとか警察は法律がこうだから従え、前例がないからできないって言うけど、消防救急はそれはだから自衛隊にいろんなご意見の方は多分このチャンネル見てる人の中には未だにいるかもしれないけど、それは 1.17 と 3.11 でみんなが多くの人が距離が近くなったと思うんだ。人を救うためだったわけじゃない、人を殺めるためじゃなかったわけですよ。そしてそれはチームワークだよ。消防だって隊長が放水っていうまでは勝手に水は流しちゃいけない。だけど消防と救急はやっぱ前例がなくたって人を救うために何をするか、それは巡視する場合もある。で僕はそれは消防学校っていうのが長野県にあって、まあ各県はあって、で県じゃないんですよ、基礎自治体だから。各市町村や小さな町村は一部事務組合を作ってんだ、消防は。だけどそこの人たちが訓練に来るわけよ。でまあ僕はそこの人たちと車座集会っていうかさ、話聞いたりするとやっぱいい意味での行政で、実は消防と救急の中にも赤組白組っていうのがあって、一応赤組の方が偉いみたいにはなってんだけど、でも消防と救急と僕はというか僕は知事の最後に副知事にしたのが沢田雄介って人で、この人東海大学の救命救急センター所長から奥さんの実家が長野県だったんで戻ってきて、長野の町の病院長やってたので、この人に会った時に、彼はうちはたまたまちっちゃい町だから、その町の病院があって消防と救急はもちろん一緒の建物で、でそばにまあ保険は、保健所はまあ県だからないんだけど、だからそれを一緒にやるっていうことを僕はやってんですと。で長野県は保健師がいて、保健師がそれこそ昔は塩分取り目だから脳卒中が多かったのを塩分控えめのご飯にしましょうってことをやっていったわけですよ。で塩分控えめのご飯のコンテストをやったりして、だから保健師が大事だってことを彼は言ってて、もうこれはまあこれこそインテグレーテッドだなって、インテグレーテッドレスキューだなって思ったわけだから、それで IR って、まっとうな IR って書いたんだけど、お前はまた IR やんのかって、まあ、なんかもう脊髄反射の人がさメールが来てさ、まあ日本は言論の自由があるなって思ったんだけど、だからそこにあそこに作る。でそれは何でかっていうと、東名の横浜町田インターが近いだって国道16号線があったり、あるいは環状4号線っていうのがあって、市内にずっと行ける場所なんですよ。で今までは臨海部の話ばっかだったよ、カジノの話だって臨海部の話ですよ。だけど18区あるうちの12区は内陸部なんですよ。でそれ冒頭で僕言ったけども、金沢区の沖合にも未だに米軍が持ってる水域があるわけだよ。これだって返還するのかしないのか分かんないけど返還されるんでしょう、まあ、水域のところは魚取って自由にできますっていうね、あの釣りバカ西みたいな話だけども、でもその金沢区だって横浜横須賀道路の走ってる方のところはもう本当にうっそうとした森で、そこに大丸山って一番横浜市で高い山もあるわけだから、臨海の話だけじゃないことだし、でその人たちは横浜都民で田園都市線乗ったり、あるいは相鉄線で今 JR とつながったから東京に通ってるけど、その人たちだって横浜の人間だしね。僕はあそこにそういう救命救急だけじゃないものができる、実はもうちょっと違うさらなるアイディアはあるんですけどね、ができるってことはすごく大事で、それが同時に僕が昔から言ったサンダーバード隊で、こんなに災害列島なんだから、そして横浜の消防救急は設備が立派なだけじゃなくて、それは多分志の高い人たちはたくさんいるわけですよ。じゃあそこから横浜が災害じゃない時に他で災害があったら東名高速を使ってお手伝いに行くこともできるだろうし、それは日本最大の政令指定都市の役目だと僕は思うんだよね。でそのことが実態として、横浜は住みやすいな、素敵な響きだなってだけじゃなくて、ものすごく人を大事にするんだな、人を救う街なんだなってことだと思うし、それはひいては高齢者が、独居高齢者が51万人もいる町が、その人たちが
あの良かったなって思えることにつながっていくかなとは思ってますけどね。なんて夢物語だって。でそうすると必ず財源はどうするって、ふざけんなって、俺は大借金権で利息だけで1億4000、あの時1億8000ってついつい言っちゃったらまたそこだけ突っ込んでくる人がいるんだよね1億4732万円かな。どうだ、それ減らしながら30人学級6年生までやったわけだし、だ財源なんて生み出すものなんですよ。生み出す、でもそれはあの MMT で生み出すっていうようなあのなんちゃってとは全然違う意味でね。まあこれ話長くなっちゃうからだけど、民間ってさ蘇生乱造じゃないけど、今までの鉢掛けの費用でちゃんとその商品を作るってことをするわけじゃない。行政は競争がないんですよ。だから鉄道会社にも競争がないわけだから、鉄道会社に関してもいくつかあの考えてることがあって、あの時言ったと思うけど、阪神電鉄がやったように横浜駅パッシングになっちゃってるわけだから、相鉄東横東京港ね、横浜駅通過しで、横浜駅はやっぱり皆さんご存知のように、あんなにさ足の不自由な人歩けないよ。そごうの側のタクシー乗り場まであんな距離歩けないよ。だから僕は9時半から4時半くらいはあの中を JR と交渉して、電動カートみたいなものをフリーターの少年や少女が運転をして、赤ん坊のいる人とか荷物の多い人とかお年を召した人とか足の不自由な人が、まあ100円払うなりしてで乗るってのをやるべきだと思うので、そのラッシュアワーじゃないことをと思うし、あともう一個なんか考えたんだ。だからまああのもう一つはやっぱ危機管理局みたいなものがないと思うんだよね。皆さんご存知、あのほら今日コピー持ってきたかな、ここの間言われててみんな知ってる、あの J なんとかって会社がさ海にいっぱい垂れ流しちゃったの知ってる。ほとんど神奈川新聞だけちゃんと書いているんだけどさ、他の新聞も書いてるのかもしれないけど、ネット上で全部の新聞俺今横浜で撮ってるわけじゃねえから見てねえんだけど、どこだ持ってきたはずなのに、持ってきたはず、ああこれだ、これあのね、これですよ、この会社 J バイオフードリサイクルって鶴見区弁天町にある会社なので、工場が鶴見区末広町にあるので、ここがさ神奈川でもなんかこんなこんな感じあの SDGs だとか言ってんので、この会社ってさどういう会社かって言うとさ、 JFE エンジニアリングとさ J&T 環境会社とさ東日本旅客鉄道とさ株式会社 JR 東日本環境アクセスってのが株主なので、食品のリサイクルとかバイオガス発電事業やってますで SDGs の取り組みとか書いてある。ここが何が起きたかっていうとさ、ここからさお出が流出しちゃったのよ24日に。で従業員偉いの、お出が流出しましたと従業員が118番通報がありましたと。で横浜海上保安部はタンクから溢れたお出があの流出して付近の海上に長さ300メートル、幅30メートルにだって浮いていることを確認したと。だけどこの会社が言うには有害物質は含まれていないと見られますって言うんだけど、誰が言ってんだよ、誰がチェックしたんだよ、誰がチェックしたんだよ。でさ、この会社がさ、この会社のところがみんなまたほらなんだ、あの福島の方でなんとかダッシュ村ってあったじゃん、ここがダッシュ港って港がすぐ横なんだよね。だからなんで日テレは報道したのかもしんないけど、だからこういうことも担当の部署は多分宿泊してるかもしれないけど、あれだけでかい町で、長野だって僕は危機管理局っていうのを作って、それは消防救急もそうかもしれない。でそれはあの誰かが言ってるように縦割りやめますとか言いながらワクチン縦割りのままなんだけどさ、オムレツさんがだけどやっぱりそういう危機管理のところがまだ
だってこの問題に関して市がどういうこと言ってるのか僕はあまり知らないし、知らないって、まあ、大したことないのかもしれないけど、やっぱそういったことは海が好きな人だけじゃなくて大事な問題でさって気はしますね。だから職員の中でそういう気持ちの人いっぱいいると思うんだよね。だから僕は職員のそういう気持ちの人がもっと、前も言ったようにもう事なかれで霊音停止状態になっちゃってる人がいるとしたら、その人たちがやっぱり自分も市民なんだから、まあ川崎から帰ってる人もいるかもだけど、自分が市民として願ってること、だそれがこの間僕が言った給食の話なんですよ。給食の時に本当に地域食材だって、横浜だって神奈川区にだっていっぱい農家いるんだからね。青葉区とか緑区とか農家いっぱいあるんで、少なくともそこの地域の小学校の給食が地域食材を使うってことは大事だし、それは収納する人も増えることだし、で、あ、給食に関しては二重政令市で横浜だけが給食ないんだからねって言ったらさ、また真面目な人がいてさ、全ての政党が参加をして、あのデリバリー型給食に4月からなったんですって、今までの浜辺のままじゃん、浜辺の器が立派になったってだけで、で一汁三菜ってさ、本当一汁三菜ってさ、あったかいものは少なくともあったかいんじゃねえの、多分曹洞宗のお坊さんも呆れると思うよ、あの一汁三菜は。で特定のパソナっていう会社のね、影が見え隠れするってのも、パソナにも真面目な人はいると思うけど、やっぱなんかこの辺のコンプライアンスの手続きが違うと思うし、でそうしたら、そうそうそう、田中さん完全給食って言ってくださいって、俺は給食っていうのはさ、そういうあったかいものあったかく出る給食だと思ったので、今や時代は給食センターから自己給食に行ってんのに、集会遅れ以前のところにあって、その人たちは多分今の浜弁がデリバリー型給食って名前がついちゃったからバージョンアップしましたって言うけど、完全給食って言わないと誤解されました。あ、そうかと思って、給食って言えば普通の自治体だったら通る話が、横浜では完全給食って言うと取らないってのが、いや俺すごいすごいタイムマシンに乗ってきちゃったのかなっていう気はするよね。だけどそれは前も言ったように職員の意欲を引き出すことが大事だから、長野の時も教育委員会の人はそんなのできませんっつったら、なぜかあったら学校給食会って文科省が作って、そこに歴代校長が天下っているから、そこが路地決めてるから、隣の群馬県から、あ、じゃあ福島県からトマトが来ちゃったりしてるってのを、地域の食材を使えば日を月に1回は作りましょうと言ったけど、彼らは抵抗したんで、俺は農政部の人にこういうの抵抗されたんだけどどう思ったら、彼らは今まで俺がコンクリートの三面張りの水路で早く水流すというのはおかしいと、お玉じゃくしも済まなくなるからっていうのに対して、何言ってんだ、国の補助金がせっかくつくのにコンクリート の三面張りを否定する田中康夫って思ってたような課長が、いやうち私たちが一緒に教育委員会の人間連れて120の市町村回りましょうって言ったわけ。それはやっぱその時一人の父親や母親としてその方がいいやで、僕が言ったら、そうでしょって、だから作ってる老人に苦労話定額年にはしてもらって、その子たちが絵描いてパウチッコで防水にして、その畑のところにおじさんありがとうっていうのを貼ったらいいじゃんっていうのを、教育委員会よりも農政部の人が教育委員会の人間連れてって、それで1ヶ月で全部の120市町村ダム作らねえ田中康はこの野郎っつってた自治体まで OK になって、多分6月か7月から始めたわけだから、職員にはそういう気持ちはあると思うんですよ。だから自分の部署じゃない時には一番その市民としての気持ちになる、だからそういう形があったら、そしてそれが378万人近く住んでる町で起きてきたら、それがだから18区に権限を与えましょうとかさ、そういうまた机上の空論言ってもダメなんですよ。18区の予算が作れるようにしてあげることが大事だし、議員が予算を作れるようにしてあげることが大事だし、でももちろん提案権は手続き上 市長だけどっていうことじゃないかなと思いますね。だから危機管理局がないっていうのは謎、あるのかもしれない、もしくは危機管理課ってのあるのかもしれないけど、もしあったら教えてください、横浜市民であの方は。じゃあ次の質問、ちょっとその前にどうぞ。この間
あのその会見に、はい、久々に信濃毎日様が来ていらっしゃいましたが、どうお考えでしょうか。もういいよね、信濃毎日新聞ってさ、私が知人だった時に信濃毎日新聞の同族経営の社長は日本新聞協会の副会長だったのよ。で、私が最初脱記者クラブした時、信濃毎日の人はまあしょうがねえかなってどうも思ってたのね。っていうのは県庁の中に10人くらい歩いてるわけですよ。で、他の新聞社は全国紙は県庁担当してるんだって2人とかなわけだから、自分たちに情報いっぱい来ると思ったけど、だん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 僕におべっか使うんじゃなくて、僕がやっていく中で4年目5年目とかは年間1000人くらい面接をしてたからね。で、そうすると課長になりたいから面接来る人もいんの。でもそうじゃなくてこの仕事やりたいとか、若い子も年配の人でも現地機関だって、知事になった時に出先機関って呼んでたわけよ。なんだとそんな先盛りのような名前はと、まあ、現場にこそ。で、それはね、言い出してとこで、僕が知事になる前に市長やってたって人がすごい立派な人で、優秀だと思う職員を公民館長にしてったのね。そうすると公民館ってそこでおばさまたちが俳句やったりダンスやってるだけじゃなくて、公民館はその司書なんかほとんどないから一番情報が集まるわけですよ、住民の。で、そこで提案をしてくる人間を次に部長にしてったっていうのを聞いて、僕はすごいなって思ったわけで、長野行った時に3階に知事室が、旧知事室があった3階に財政課と人事課と総務課と秘書課があるわけで、ここに入る人は3階筋と呼ばれてて、現地機関に行ったことがない人が大半だったの。だけどそれ違うんじゃないのかなと思って、僕はそういう人を逆に栄村とか、まあ、僕が住民だった安岡村とか、そういったところにも1年とか出すと、そこ行ったら全部やんなきゃいけない。土木部の人間もコンサルが図面引くから、大学の時図面引けてたのに引かなくなっちゃってるわけよ。だけど安岡村行ったら、安岡村の文系で高校出た人が図面も引いてんの見て、これは負けられないって思うわけ。思わない人はもうちょっと困った人なんだけどさ。だから僕はそれはね、毛沢東のような下方運動とは全然違う意味で、現場にこそヒントはあるわけで、だから横浜にだって18区にヒントはたくさんあるわけだろうし、この間も僕住民票を移す時、中区で行った時に、本当にその職員、いや何人もの職員がちゃんとしてるわけ。僕って分かったかどうか知らねえけど、ちゃんとしてて、やっぱこういう人間がいるのに、その人たちのところが上が眠っちゃってんだったら、それを変えるってことが一番大事だなと思いますけどね。で、あ、信濃毎日ね、あ、じゃあ違うよ、信濃の新聞ってあるんだ、誘導尋問に引っかかっちゃったで、あ、そうそう、だから脱記者クラブをしても大丈夫だと思ったんだけど、でも優秀な職員は優秀な記者、そこがどこの会社であると、産経であろうと、そこにやっぱそら話すわけじゃん。で、今横浜市って建物の中が全部ロックされてて、記者ですら全員入れないんだよね。でも僕はだから、なんでガラス張りの知事室を1階に作ったかったら、どんな自治体でもマイナンバーカードってよくわけわかんないものができたって、1階はオープンスペースで、そこで住民票を取ったり手続きに来るわけじゃない、出生届を。県庁入った時に、あ、違うんだって思ったわけ。1階のあの知事室にした前ってところは、まあ、県民ホールちっちゃいのがあるんだけど、そこは入札の人たちが待ち合わせをして上に上がっていく場所だったわけよ。で、あと来るのは小学校4年で社会科見学で来る子しか県庁に来ないわけで、3階はの知事室ってのがあって、大理石張ったんだけど、その知事室の前に秘書官のドアがあって、秘書官があって、総務部があって、3枚くらいドアがあるわけよ。だから僕はそこで落下さんのように体重重いのに降りてった時に、これやばいと、これで行ったら、だって知事室の中でどっちが聖徳太子とか福沢諭吉の似顔絵、今度は渋沢栄一になるのか、書いた紙渡してんのか渡してないのかとか勝手に言われたって証明のしようがないわけじゃん。で、俺はだから、ったらあそこが倉庫だったわけ、あの県民の待ち合わせので、あそこに知事室作りたいって言ったの。その時にね、青山敦さんっていうね、
あのずっと出世街道来たらしいんだけど、その僕の対抗馬の人とにパージされてて、別にその仕事それも大事なことなんで、高齢者福祉センターのに行ってた人だったんだけど、この人いいよって言った人がいて面接したらいいから、その人を最初政策秘書室長にしたんだ。で最後経営戦略局長になって水頭長になってもらったんだけど、で彼にここに知事室作りたいって言ったら、それは専決処分でやりましょうって言ったの。専決処分で300万円、長野県の場合300万円までは予算を出さなくても予備費があるんだから、ちょっと官房機密費みたいな怪しい金じゃなくて。だからあのその後白井彩さんっていうのが尼崎の市長になった時に、彼女は律儀に市長室の作る予算を出したわけ。議会は否決しちゃうわけですよ。さっきの狂言センターで全部みんながあの無料で飲めるお茶の機会もあってネットもつなげてるっていうの予算を真面目に出しちゃったらさ、だけどその時はまあそれは300万円以上だったから無理だったんだけど、で300万円 でその時ね、いくつかの会社であいみつを取ったら、通りっていう東洋リノリウムの長野支店っていうのがあって、そこが290万くらいでやりました。それでできたんですよ。だから予算出してたら永遠にあんなもんでできなかったので、また余談なんだけど、その時の支店長の人が、僕が尼崎で2009年から2011年まであの衆議院議員だった時に、東洋リノリウムの本社は尼崎にあって、たらその人があのそこの役員になってたの、東洋リノリウムの。まあ不思議な縁ではあるんだけど、だからあのでもあの知事室に、で僕は早飯食いでモニターがついてるわけ、俺監視されててさ、あのジョージ・オウェルみたいなもんで、そうするとね部長たちもさ、もう僕とのレクとか取れないとか言うと、あ飯食っちまってなんかパソコンいじってるからって降りてくるやつもいるわけ。降りてきてこれこうしましょうって。だけどね、6年間田中は人の意見聞かねえって言ってたような県会議員とか市町村長、まあ、村長でそういう人はあまり少なかったけどね、文句言ってた人に限って一度も来たことないっていう人がいたんだよね。それは多分その人たちは見られるのが嫌だったんだよね。外にほら動物園だから、あそこパンダの部屋みたいなもんで、外で観光客やさ県民が来たりしてるわけよ。それを見られるのが嫌だったんだよね。どっちが頭下げてるとかさ、土下座しろなんて俺は一切言わないんだけどだからそういうもの、だからそういう人に限ってこれはパフォーマンスだった。でもパフォーマンスって単語前から言ったけど、オーディオの装備とか車もパフォーマンスがいいって、費用対効果がいいってことじゃん、性能がいいってことじゃん。なのに日本はパフォーマンスっていうのは木をてらって実体がないことって、大阪のあたりで未だにそれが生息してるみたいなんだけどって思ってんだよね。だから俺はパフォーマンスのはそうじゃない、オーディオのいい音色が出るのと同じであってさって思ってんだけど、まあ人徳がないんで未だに理解してもらえねえな。はい、じゃあ小山さん。はい、ありがとうございます。今回フランス展の記事を出させていただきます。あ、何だ、及川ちゃんとペアなの。今日地図を書いてます。あ、本当、はい、よろしくお願いします、はい、ですね、あそうだ、信濃毎日の話ね、この後します、ごめんなさい、もう一回最後にします。とっておきがあるんですね。こうやって引っ張らないと、ほら及川のとか IWJ 見る人がどっか行っちゃうからさ偉いと思わない？まあいいや、はい、すいません、はい、長野オリンピックの精査をされた西知事さんです。ああ、その話だ。あの人見ますが、猪瀬知事というかね、東京オリンピックを少しこうコンパクトにしようと思っていた知事さんがいらっしゃったり、思ってたんですかっておっしゃってましたよね。それをなんかファックスしたら、お意見のところもそういうふうに安易に人を信じる人を書き手としてなんかファックスを、それはね、ファックスを流したらマスコミにパージされて知事を下ろされたって朝の場で言ってたんですけど、誰が？猪瀬さん。なんてだって猪瀬様はほらこの間亡くなった立花隆様もまあね、評価するとしない人はいるけど、でもあの人のやっぱり帝の肖像に関する選評は立派だよね。この本は第一部はいいと、東京会場のビルの高さが何だろう、でもこれはあそこで2人のちゃんと名前書いて、この2人の調査員というか、まあジャーナリストなんだろうけど、今活躍してるのかな、
その人の力による以上って書いてんだよ。であのだから、まあ、ペルソナはダメだっつってんだよ。すいません、それを見てちょっと思ったんですが、あの、まあ、新自由主義構成についてよくあの把握していらっしゃいます田中さんにお伺いしたいんですけども、今、まあ、ほとんどの候補がですね IR 反対で、そういう、まあ、ポーズの方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、出られるということで、まあ、住民投票の代わりにこの選挙結果があの結果になるんじゃないですかっていうふうにこの間のインタビューでおっしゃってたと思うんですが、まあ、私たち、そうですね、まあ、新自由主義っていうのは、まあ外資、要は外圧だなっていうふうに思ってるんです。いや、そんなことないよ。中から内発的に出てきてる町もあるじゃん。何話では何話なんか内発的に出てきてるんだよ。すごいと思うよ俺。はい、なので IR を確実に止められる人は誰だろうかと、そういうことで市民の方も、まあ、外の方も注目されていると思うんですね。で、まあ、そういったところを確実に止めていくその方法についてお伺いしたいんですけど、ちょっとあのね、すごい簡単で、さっきの7700万円の建物の売却も9月以降って言ってんですよ。で、これはマスコミが全部書いてあるわけよ。IR の提出も9月以降って書いてあるんです。私が知事になった時には9つのダム計画のうちいくつかはもう調査費もついてたわけ。なんで脱ダム宣言を2001年の2月に出したかといえば、下諏訪ダムという、でこのダムは御柱って皆さんご存知でしょ。御柱の木を切るのが、でこれもね、戸川っていう川にそんなにダム必要ならば、全部そう、あの八ッ場ダムだって吾妻川でしょ。で八ッ場ダムが救ったなんていまだにあの丸戸学会みたいなこと言ってる人がいるけど、まあ八ッ場ダムは利根川水系の水量の多分、数字間違ってる 2% とか そんなもんなわけだよ。であれは溜まってなかったからで、本来は淡水してたら溢れてたわけでしょ。であのダムはしかも僕の年齢よりも僕が生まれる前の頃からダムがなきゃ洪水になるって言ってたんだよ。だけどダムは60何年間待てと暮らせばできなかったわけでしょ。じゃあその間に僕はだから春節の予算ってのは部観光目設っていう、まあ、予算の項目があるんですけども、さっき春節って予算はないんですよ日本に。維持修繕費で、それは各現地機関の人件費とインクルードだから人件費で消えてるんですよ。春節は僕はずっと繰り返し、今日皆さんに持ってきたけど、亀井静香という人が僕が尊敬をし、いや亀ちゃんにもさ、人間にも、田中康は昔は女の子と日替わりデートしてたって思う人もいるのに、亀ちゃんだっていろいろあんじゃねえのって人いるけど、亀井静香ってのは僕が知事になる2000年の10月の前の2000年の夏に、とにかく彼は基準を作ったわけ。公共事業が事業採択されても5年経っても着手してないもの、10年経っても終わってないものはこれは惰性だと。電力のために黒部ダムが必要だったかもしれないけど、真珠湾の干拓だの、その他のダムはお金が動くためのものじゃないのかって言って、自民党の政調会長として207、今日彼が僕のことを書いてくれた週刊現代の記事があったんで、彼はさ、その時にさ、あれだよ、233件を中止したわけ。ダムの事業48件を踏まえ、つまり惰性のもの。でもその時彼が言ったのは、それ当時だから建設省、運輸省、農水省、なんか農林省、後から10個くらい役人が駆け込んで、亀井さんこれも入れてくださいって持ってきたと。つまり彼らもこの公共事業違うと、だったらこの金もっと他のところに使いたいと、でも先輩が起案して決めてきたことだから役人のノリとして言えない。でもそれを亀井静香という人が辞めると、しかもその時公明党の北川和夫さんと一緒に会見してんだよ亀ちゃんは。ただ役人がこれも入れてくださいって持ってきたと。で僕はそれが霊音停止状態の役人を戻してあげることなんですよ。で長野の時も、脱ダム宣言の時もは全部、そのだって
八島霧ヶ峰から八島湿原のところに木が御柱の木が生えてると、で戸川っていう川に作んないでそれの支流の東俣川に作るってなってたわけよ。でそれ作ったって数値的に違うし、 JR 中央東線が通ってるとこの橋桁とかを変えない限りは絶対溢れちゃう。でさっき言ったように浚渫の予算がない、浚渫ない1平米1万円で、まあ、僕のホームページに載ってますから、まあ、北村さんなんかよく知ってると思うんだけど見てください、1平米1万円で浚渫ってできるんですよ。これこそ地元の青木と駅の土木建設業の人にの仕事で、いまだに田中屋村がうだらとか言って、 あの溢れた新幹線基地があって、何言って、あそこだって僕はここダム作っても無理ですと、その先の飯山市の手前のところが狭窄雨だから、この千曲川を広げないと浅川っていう方は逆流しちゃうんだと、そしてあそこは赤沼っていう地名で、あの時地元の人たちは、これもサンデー毎日に書いた原稿がありますから、地元の人たちは赤沼とか長沼って地名だから、ここはもともと水田で溢れるところだったと、だから新幹線基地なんか困るったんだけど、オリンピックが来りますからと言って飲んだわけですよ。で昔はね、なんであれ JR のミスですよ。だって東海道新幹線で関西がすごい豪雨になるって、まあ、1960年代の時に JR 国鉄時代にその新幹線を京都伊勢伊東に持ってって、あの大阪のあの摂津のところから新幹線を持ってって溢れなかった。上田の駅とか金沢の駅に持っていけば高架だから、あそこに水みすが置いてたけど、それがやっぱり机上の空論のなってる優等生たちなんでね。で逆に言えば、だから僕はあそこの水でリンゴ畑を遊水地機能として年間いくらかお金を払って、溢れる時には内水氾濫だから、そこのリンゴ畑に1メーターまで入れたってリンゴは無事なんだからってこと言ったけど、あの当時の国交省はダメですって言ってたわけ、人徳がなかったんで。で同時に僕はこう焼いた工法ってのを言ったけど、だって日本の堤防ってのは土堤原則といって中砂ですから、砂利ですから、でどんなに河川改修したって自然ってのは同じように流れていくんですよ。だからアメリカやヨーロッパやあるいは隣の韓国でも決壊したような場所には焼いたを2枚縦に入れるんですよ。そうすると全壊はしないわけですよ。日本の堤防はコンクリートだって、コンクリは水浸潤するから、浸潤するから中土堤なんだから。で一番鬼怒川の時にとんでもなかったのは、鬼怒川の堤防であの臨時の堤防ができましたって NHK が流したわけ。それさ本当に鉄板張ってんだから、おおやっとこう焼いた工法を俺の時と。でその前に僕は何言ってんだと、湾岸道路と金田のところを通るところは鉄板こうやって縦に入れてんじゃんと、トンネルのところは玉川のところったら、縦はいいですと、横はいけません。ご飯論法以前の話でね。でやってるからおおやと思ったら、その後1ヶ月半後くらいに NHK がさ、本堤防をもう一回作りますと、鉄板使ってた全部外してまた土堤にしてたわけ。ところが今回、まあ、僕の知事の時の長野市長ってのはセメント屋さんだったから、もうコンクリートが大好きで、僕コンクリートがいけないなんて言ってんじゃなくて、でも次の今の市長今度退任されるみたいなんだけども、この人はやっぱ長沼の人たちが言ってるようにはこうや板入れてくれと。で国交省はもう数ヶ月前にこうや板を入れて、そしてその狭窄部のところも広げますって言ったんだよ。全面屈服したわけよ。別に俺が偉いわけじゃなくて、これはまあ地元のメディアはほとんど報じないんだけどさ、あるいは東京のメディアも報じないんだけどさ、だからそれはまあ15年近くかかってやっとでも日本の治水も少しは変わっていく話なのね。で何の話だっけ、もう毎回ごめん、外圧に負けない方法で IR、 ああ IR ね、ああそれはね、それはだから簡単で、だからさっき言ったようにダムの場合にはそういうもう予算がついてて、もう職員が旧来型職員はもう補助あの調査費がついてるのを今度3年繰り延べしたらできませんと、どうするんですかって言って、でも諏訪の人たちは8割方が反対してたわけよ、ダムに。環境の人もいたかもしれないけど、そうじゃねえんじゃねえのって、なんで支流に作るのって、
それに論理がなかったわけ。それで僕は脱ダム宣言というのをあの時出したんですね。でだから逆に言うと、その意味で言うと横浜市の場合には全部9月以降なんですよ。 IR も7700万円も9月以降の人が決めればいいことなんじゃないんですか。なのに住民投票ってのは、だって住民投票やってないんだったら、まあ、この間やったんでしょ。で住民投票は議会の構成で否決されたんでしょ。なんでもう一回住民投票やるんですか。千日手じゃないですか。それはまたあれですか、私たちは正義だったんだけども議会の人たちが認めてくれなかった、私たちは美しき敗北って言いたいんですか。だからそれは全然手続き民主主義の形骸を直すことにならないんですよ。そして今度の首長選があるんだから、首長選挙でだってそれを手続きを踏まない、おかしいって、もう決まった、あの決着してることだって言ってんのは何かあったら、全部のおそらく世論調査で6割7割の人がカジノイコール IR なんです。そしてもう一個言ったのは、僕はあの時言ったけど、カジノは 3% ですってよく言ってんでしょ。敷地のテーブルゲームっていうふうに言うんだ、スロットマシン街のいわゆるバカラとかルーレットとか、そのテーブルの面積が全敷地の 3% なんですよ皆さん。だからマカオもラスゲバスもあるいはシンガポールもカジノと呼ばれる部分の面積があんなに広いんですよ。こんな話すら日本のジャーナリズムは報じてきてなかったし、あるいはカジノ委員会を統括してる人たちもそのことを知ってたのか知らなかったのか言ってない。そういう中に我々は生きてきてるわけですよ。でもそういう中にいて、それは確かに日本は公営ギャンブルがいっぱいあるよ。宝くじもそうかもしれないし、競馬競輪協定オートレース全部の省庁の天下りがいる。だけど僕は前から言ってるのは、あの中には入れなかったかな、もう一個僕が文都の原稿入れた、あのこれね、石原信夫さんって立派な官房副長官をやってきた人だ、8人くらいの首相に仕えた人、彼がパチンコに、でよくほらパチンコはやめろカジノにしろとか言ってる人いるけどさ、じゃあだってカジノそんなに全国に作んのかよ。だって横浜だってほら人口が減ってます、税収が減ってます、だからカジノですって言ったら、全国の自治体に一体1747個カジノ作るんですか。すごい国だよね。だから頭の回路はやっぱりちょっと、横浜市立大学の附属病院はどうだか知らねえけれども、あのイソジンなんで調べた方がいいと思うんだけど、だからその石原信夫さんが言ってるのはね、やっぱ日本の税制ってそのパチンコ店だって本社等基地に法人税が入るわけじゃない。でもその地元で地域の人が、まあ今のような1回で1万円2万円吸っちゃうっていうのはさ、いかがかなって僕思うけど、昔は1000円でさ、仕事の後あ駅前でちょっと楽しんで家帰るってことだった。でもそこの各店舗の税金、各店舗での売り上げがその自治体の税収にならなきゃおかしい。それが僕が言ってる新しい外形標準課税ってのはそういうことなんです。皆さんご存知のように、日本の株式会社の、じゃあ経団連に入ってる会社の7割近くは法人税を払ってないわけですよ。連結決算をしてるってのは大きな企業だから、それの 66% は法人税を払ってないわけですよ。で法人事業税も払ってないわけです。法人事業税ってのは地方税です。法人税は国税です。じゃあそれはどこに払ってるかと、資本金1億円以上の会社は法人都道府県民税っての80万円払うんです。さあ僕は長野の時に IT バブルと称するものが弾けましたと、本当に弾けたのかどうか知らないけど、長野県でいっぱいお金を払っていた大きな、あの何万人も雇っている IT の会社っていうプリンターで有名な会社が赤字になりましたと。でもそれは東洋時計っていう会社を M&A をその前年にしてたわけで、その累積を全部一掃したから赤字になったわけ。でもその会社は大変な売り上げだから翌年は黒字なんですよ。でも一回赤になると日本の税制は最大今は10年8年くらい法人税と法人事業税は0円なんです。80万円の法人都道府県民税しか払ってないんですよ。でもその会社はそれは固定資産税払ってるかもしれない、事業所の。でもその会社の搬出するトラックは県道や国道を走ってるわけじゃないですか。だから
人間みんな、さっき僕消費者資本主義ってのは何かっていうと、どんな人も呼吸してるわけだから、 CO2 を出してるんだから、だから会社の規模を今までと違う、だから今回世界中の法人税を変えるっていうのは、そのすごい中途半端だけど一歩ではあるんだけど、だってグーグルは社員少ないけど大変な売り上げなわけじゃない。だから今までは社員の数とか事業所の面積だったけど、面積なんか IT の時代ないわけで、だからどれだけの、つまり商売をしているかに関していろんな指標を作って広く薄く取る。3割しか法人税を払ってない株式会社なのに、他の6割の会社も払うようになれば、3分の1に極論すれば法人税を下げたってプラス 10% 税収は増えるわけですよ。でもそういう議論を全然、これは僕はあった浅田明はずっと言ってることなんだ。だから外形標準課税と石原さんが都市銀行にシューティングのようにかけようとしたのが外形標準課税だと思ってるから違うイメージになっちゃってるんだけど、今の税制ってのはもっと抜本的に変えなきゃいけない。だから皆さんが使ってる、今日も及川健二さんに2時半って俺言ったけどなっていうのは LINE で送ったんだけど、 LINE も法人税7年くらい払ってないわけだよ。それは韓国の写真事業かなんかのルイソンが連結で赤になってるからなわけよ。でもそれは規模から言ったら違うんで、だからそれは税制変えるっていうのは横浜市でできることではないけれども、もう一回申すと、石原さん、信夫さんはだから各パチンコ屋だって各町にあるところでの売り上げに対してのそれが地元に税金で降りる形にしないとみんな本社に行っちゃうと。だから長野県なんかでも環境に配慮する工場を東京や大阪に本社のあるところが作ったって固定資産税なんですよ。法人税は全部大阪や東京に行っちゃう、まあ東京じゃ、大阪はどのくらい行ってるのか知らないけど、身を切ってるからもらってないのかもしれないんだけどさ、だからそこを変えないといけないと思ってます。で、その前のとも話もいかもですと、もうどんどん何になっちゃった。ああでは9月以降の手続きなので、知事がだからさっき言ったように、そうじゃん、だからもう一回住民投票するって何のためにするんですか。住民投票したって負けますよ。住民投票するのに何億円かお金かかるわけでしょ、そして時間もかかるわけでしょ。それは僕は手続きじゃないと思ってる。もしですね、小野木さんって反対で今出してますけれども、現実菅総理とか自民党議員の30名がつくわけですよね、うん、ということはもし小野木さんになったら、やっぱりその受かった後に方向転換させられちゃうんじゃないかっていうふうには、なんか私たちは危惧するんですよ。それは分かりません、分かりませんが、それは僕はこの間の会見でも言ったように、はい、今回の市長選の告示日っていうのは8月8日という、開かれるのか開かれないのか、東京インパール2021の閉会式の日で、8月22日というのが投開票日です。8月22日は2年前に現在の市長が、その2年前にカジノは白紙です、 IR は白紙ですと言った人が、ちょうど今から2年前の8月22日にカジノをやりますという会見をした日なんです。選挙管理委員会は多分お盆には引っかからないように、あるいはオリンピックやパラリンピックに引っかからないように、パラリンピックは投開票日の翌々日から始まります。だけど8月22日というのは2年前にそういうことがあった日なんです。で、市民は少なくともあまり世の中に関心がないと思われている人もその学習をしていると僕は思います。だからその学習の中でお考えになることだと思いますし、それは市民は、横浜愛に満ちている人たちはその学習をきちんとから学んでいると思います。だからそれ、時間が4時45分になったので、他質問なければ。ああ、さっきの、さっきの僕は大丈夫ですか。どうぞ。じゃあ宮崎さん、フリーランスで宮崎のですけれども、はい、存じ上げます。まあ、今回現時点で、立候補者が10人になっているということの、まあ、いろいろなその背景というのは言われるんですが、一つ考えられるのが、横浜市長のこれ月給がですね、日本中の全ての47都道府県知事も含めて全ての地方自治体の首長の中で月給が一番高いわけですね。でそういったところも、それでちなみに市議会議員も市の中では
日本一高いんです、うん、まあ、神奈川県議会とか都道府県議会の方が多いところありますが、うん、首長ということでは横浜市長が日本一といったところで、他の9人の方は小此木国家公前国家公安委員長兼衆議院議員も、まあ、そういった考えもあるんじゃないかと感じますけども、この辺のやっぱり月給の高さといったところが10人立候補につながっているのか、また当選後にはどうされるのか、それは宮崎さんらしからぬ随分ご質問だなっていう気がする。だって月給が高いから立候補してるんですか？じゃないです。宮崎さんはそういうふうに捉えてんだ。うん、まあ、ちょっといろいろ個人的な経験も含めてですね、やっぱり月給が高いところには立候補する人は多いかなというふうに。じゃあなんで今までは3人とかだったの？まあ、横浜市はチャンスだと思った人もまた世の中の景気が下がってきたから、うがった見方でしょうか。うん、いや、うがった見方とは申し上げませんが、それは市民が納得できる仕事を議員も首長もするっていうことがまずは大事なんじゃないんですか。だって大阪は磨きる改革といっても退職金が多かったりするわけだから、そういうマジックはあるわけで、そのマジックがいいなどとは私は一切思いませんが、だからそんなこと言ったら国会議員の方がもっとお給料はいいわけですから、陣笠の人も含めて、あるいはいろんな文書交通費もという領収書もいらないようなもの、僕は文書交通費に関しても何に使ったかっていうのは全部公開していましたけどね、ホームページでも。少なくとも私はそういう考え方だということでご判断いただくしかないと思いますし、もう一点、これも逆に簡単に答えていただいた方がむしろいいんですが、簡単に答えることが僕は頭悪いんでできねえんだ。長野オリンピックの、まあ、組織委員会の誘致の会計帳簿が燃えてしまったわけですけれども、でその後から田中康夫長野県知事が、まあ、就任されて、まあ、県庁の方の立場で、まあ、検証委員会を立ち上げられたと思うんですが、そこも最終的に紙になったとか、そういうみんなが下の毎日新聞に載っていることがいいですけれども、心象として今、逆にも知事の立場離れて、ご自身の心象として、あれは何だったんでしょうか。なんと、そういうちょっと文学的な質問はわからない。何だったってどういう意味？だからやっぱり IOC の委員とかに誘致でちょっと、組織委員会が、要するに市役所と市長とか、そういう公のセクターじゃなくて、若干その民間対民間の中で、言っていた、まあ、大変失礼ですけれども、宮崎さんは私が会員括弧長野県調査委員会というものを作って、その報告書は断片的にせよご覧になったことがあるんでしょうか。もちろん見てあります。ご覧になってどうだったんですか。まずはそこからお聞きいたしたい。ですから最終的に知事が完璧な最終報告書として出して、委員会解散しましたっていうことではないと思うのですよね。じゃあ宮崎さんならどういうふうにやったわけ。いや、だから単純にもう闇の中、雲のこう天候時代らのこう霧の中という、まだそういう文学的な表現は私は錯覚の作家なのでよくわからないというか、まあその問題に関してお読みに本当になってんのかなっていう気がするんだけど、それは全部ホームページで載せています。で、今日皆さんには長野県の広報長野県っていう全部の新聞に載せていたもののコピーは私の知事の時代なので持ってきました。オリンピックの帳簿は焼いてしまったと言っていました。でも役人は全て焼くってことはあまりありえない、焼いていたのかもしれませんが、で長野県調査委員会というのは、私は東洋信託銀行の副社長だった人が、まあ、会計の専門家で、この人を委員長にして、まあ、及川健二さんも知ってる東京都議会議員だった後藤雄一さんであったり、数名の人が、岩瀬達也さん、あと亡くなられた警察ジャーナリスト、はい、黒木さんとかね、黒木さんですね、で全部、まあ、彼らには権限がありましたから、で倉庫の中から半分近い帳簿のコピーとおぼしきものが出てきたわけですよ。そこで
彼らには権限がありませんから、私はその招致委員会の通帳を、複数の通帳をの口座があった82銀行に対して、長野県は招致委員会の一員であったから、その通帳のコピーを全部いただきたいということを述べました。それに対して82銀行は、招致委員会は長野市、志賀高原がある山の内町、白馬村、そして長野県だから、他の3自治体の首長の同意がない限りは出すことができないと言いました。でもそれは皆さんの遺産相続の場合にも、全員の同意がなくても、少なくとも権利のある人というものはあるわけですから、そこで私は長野地方裁判所に関して、ちょっと法律用語が法学間違えたら法学出たんでうろ覚えですが、その情報の開示請求というものをしました。それに対して長野地方裁判所は82銀行に対して開示しなさいという命令を出しました。そのことによって全ての通帳側のコピーが出てきて、そしてそれを照合すると、少なくとも残っていた帳簿の部分と同じ出入金の記録であり、複数の口座があり、複数の不明金があり、それは今回あのサンデー毎日の記事の中の後半で、あの元論説委員長だった彼が書いている通りだったわけですね。だから解明できなかったところはありますけれども、少なくとも残っていた部分に関しては同様であったわけで、それに対して宮崎さんが、お前のやったことは不十分であったとおっしゃるのならば、じゃあどういう方法があったのかなってことはちょっと私は思いますですね。それはもちろん不十分なところがあったし、それはそれ以上できなかったということは分かります。で、まあ、あのこの雰囲気悪いまま終わってもあれなんで。全然雰囲気悪くないですよ。あなたの立派な質問によってみんなもインスパイアされたと思います。東京オリンピック組織委員会の、まあ、橋本会長なのか武藤事務総長なのか、あるいはだ、それはもう宮崎さんがご自分で猪瀬直樹様のペルソナと同じぐらいなご調査をされるとよろしいんじゃないでしょうか。だって一番お金のかからないオリンピックだって言ったのが、一番お金かかってるのに未だに一番お金かからないオリンピックの成功方法はあるって言ってたんで、それはもう高島屋劇団の真面目な占い師の人も驚くくらいのお話だからさ一国民としての今メッセージ、いやだから、まあそこはだって私に何そこまで聞くのよく分かんないんだけど、私に何をしろっておっしゃってるの、まあ、全部あの燃えちゃったも、あのもう感想一言で、あ、そういう船舶な形で感想という切り取り方は、私は同じものを書く人間としてそれはあのお答えできることではないと思います。重たい、もっと重たいです。いや、重たいとか軽いとかチャラいとかいうことではなくて、まあそれはもうあなたと多分残念ながら認識とか思考とかが違うのかもしれない。あの長野の話に戻すと、そのオリンピックの帳簿の委員会というのができて、帳簿のコピーが見つかったと。で、実は当時日本経済新聞にいた方が、まあ、日本経済新聞とちょっと係争状態であって、非常に優秀な書き手の人で、その人が当初委員長になっていただいたんです。でも、まあ、彼が日本経済新聞とまあ和解というか、なあなあではなくて、非常に双方の言い分がまとまったので、彼は帳簿が見つかったという段階なので、ここでその東洋信託銀行の副社長だったあの磯村さんという方に任せるという会見をしました。帳簿のコピーが出てきたわけです。帳簿のコピーを品子の新聞は、コピーが出たというのは確か私の記憶が間違ってないと思いますが、第二社会面とかのわずか20行くらいの記事でした。その委員長が、帳簿が見つかったから他のメンバーがいますから、私は日本経済新聞にも戻るので、言ってお辞めになった時に、一面から二面に至るまで黒字で、委員長辞任へという大きな見出しで一面を全部使ってお書きになりました。もちろんニュースのバリューというのは人それぞれ判断は違うかもしれません。でも私は少なくともその時知事でなかったとしても、一東京にいる人間であったとしても、帳簿のコピーが
半分近く見つかったことがわずか20行じゃないかもしれません。もし間違いがあればぜひあのシナ語じゃなくてもスワヒリ語でもいいので教えていただきたいんだけれども院長がお辞めになったことが一面の右肩から全ほぼ全面を使って二面にまで至ることなのかなというのは私は思ったことです。そういう中で私は至らないことがたくさんあったかもしれないけど、一人の県民として県民のために、県民も皆帳簿が焼いたということは屈辱だから早く調べてくれという人はたくさんいました。で、当初なんでかからないんだということをおっしゃった人もいます。でもそれは私はまず借金だけじゃなくて閉塞状況のものを、あるいは教育や福祉を、託養老人を作ったり、そちらが先だとは思いました。でも必ずそれはやらなければいけないことだと思いました。そしてそれは確か5年目くらいの時に鍵括弧長野県鍵括弧都市調査委員会と、その名前が不謹慎だという人もいたけど、長野県が持っているありのままの姿を見せなきゃいけないと思いました。で、先ほどの質問に戻るんだけれども、私はあの、まあ、3回目の知事選というのは、まあ、多分51対49とか51点いくつ対48点いくつというのであの敗北をするんですが、それのちょうど1年前くらいに、私はもともと情報公開条例を作って情報公開だと、で下水道の問題っていうのが一個あったんです。というのは皆さんご存知のように荏原とか栗田とか下水道を作る会社があります。で皆さんも下水道率って数字があったけど、これはもう峰竜太さんの甥っ子、おじさんじゃないんだな、峰さんのいとこみたいな伊藤喜平さんという人が下條村という飯田市のすぐ南の村の村長でした。この人が私が知事になった直後にガラス張りの部屋にやってきて、あ、田中さんって、うちの村は下水道が 0% だよってわけで、僕はえっと驚いたわけで、下水道ってやるのは国交省なんです。で農業集落排水ってのは同じスペックなんです、同じ管なんです。でこれは農水省なんです。え、農収配ですか？農収配もゼロだよって。うちのような山あり谷ありな飯田市のすぐ横にあるけど集落が離れてるところに、国が下水道を作るときには8割金出してくれると。だけどその維持管理は全額地元だと、まあ、夕張の問題がなるはるか前の話で、そんなものパンクしちゃうと。いや、どうしてんですかって言ったら、あの合併処理浄化槽といって、今環境省なのかな、当時は厚生省だ、厚労省だったのかもしれない、いわゆるトイレと台所とお風呂とかそういうのを集落ごとに処理槽を作ると、それはうちがやってると、これの方が維持管理ははるかに安いと、だからうちは水洗化率は 98% だよ田中さんって言ったわけ。俺は目から鱗で、すごいことをやってる小さな自治体があるなって思ったわけで、そういうことの管理をしてる人たち、あるいは下水道を作った、まあ、長野県の大きな町でも、その維持管理って地元の業者ができるわけですよ。ところが東京の大きな下水道のゼネコンのような会社が長野市に支店を、机だけといったら語弊があるかもしれないけど持ってて、そこが仕事を取って地元に下ろすから、それは合法的に抜かれてるわけですよ。だから地元の業者の人たちは、俺たちできんだから、うちが重機持ってんだからやらせてくれと。だけどそれを僕の一存で決めたらまた問題だから委員会を作ったわけで、そこがそういう形でやりましょうというふうになったけど、逆に言うと、これもあえて言うと、やっぱりゼネコンと付き合ってる方が県会議員のボスはいいわけよ。でもその人たちになけなしのお金を1万円とか寄付してる地元の孫請け、ひ孫請けの人がいるわけじゃないですか。でその人たちの方が潰れちゃうかもしれないわけだよ。ゼネコンはダムができなくたって、この時はこの人の順番つって5年後10年後まで持つわけね。でそれでその下水道の委員会を作った。で同時に言ったら、それが情報公開請求である新聞社が下水道課の、あの配った資料一覧みたいなの
ただその時僕が下水道というか情報公開担当にしてた僕が優秀かなと思って選んでた理事というか部長級の人がだいぶ経ってから田中康夫が下水道の下水道課の中で配った書類を破れと言ったんで僕は破るように課長に言いに来ましたということを言って、それが僕が当時安岡村にいる時に島田君という品子で書いた新聞の人がやってきて、僕はそんなことを言ったこともないと言ったけど、翌日に田中康夫知事公文書危機を指示って載ったの。でね、この文書はどういう文書だったかというと、下水道課の中で多分まあ部員が10人とか13人がコピーをして議論をする時のコピーの1枚を課長に破れと田中康夫から言われたので自分は指示しました。でね、僕は身に覚えがないわけだって、コピーだよ。だから日本の問題は公文書と公用文書と公的文書の定義すらないわけですよ。でこの問題を一番きちんとやろうとしたのが福田康夫という人ですよ。福田康夫という人は僕は本当に小渕恵三と並んでこの間も言ったように非常に本来再評価されなくてはいけない自民党の政治家だと思ってんの。つまり公文書を残すということが歴史であり、それを軽んじちゃいけないってことを最も分かったのが福田康夫って人ですよ。で話を戻すと、百条委員会というのができました。で、まあ、全部のマスコミが黒い疑惑と書くわけです。で、まあ、無党派の議員以外は田中が黒だと言ってんだけど、でその辰木さんという下水道課長、名前を言いますが呼ばれた。でそのまあいいよね、岡部君というその理事から言われたと。指示をしたという日は辰木さんは朝から晩まで小布施町に出張してて直行直帰で県庁にはいない日だったんですよ。なんか江川卓さんの空白の一日みたいな話なわけで、全国紙はほとんど引いてったわけですよ。でもそれを大きくは書かなかった。でまあその担当だった情報国会の人は、まあ、少しその仕事には優秀だったけど適性がないかなと思って、僕は僕なりに他の部署に移ってってもらったのね。でその島田君という人は品子の新聞の社長賞をもらうわけですよ、一面でその書いたことによって。でもそれは百条委員会の中でそういう辰木さんだったっけ。で辰木さんは非常にこの人もつまり土木部とか農政部って入った時から年次でこの人がこのポジションに行くって決まってるところがあったみたいなのだけど、僕はこの人は現地機関にいたの、現地の下水道事業所にいたんだけど、面接に来てすごく優秀だし、僕が思ってるような地元でできることは地元の業者になあなあじゃなくてきちんと仕事ができるところにやらせるし、その仕事のぶりを評価するということが、公共事業も入札改革を僕がした落札率が長野県一番低くなりましたって新聞は書くの。でもそんなことしたらね、体力のあるところが他が万歳するまで落札率を低くするんですよ。そうしたら次はまた高くなっちゃうんですよ。あるいはどうしても取るために蘇生乱造の仕事をするかもしれないけど、だから僕は下水道の改革委員の人たち、その一人の人は横浜のオンブズマンの弁護士だったんだけど、次にやるべきことはその仕事がきちんとできてるかどうかっていう品質評価によってそこでポイントをつけて次に入札になあなあじゃなくてそのポイントが生きるって形にしなければ、安かろう悪かろうの入札落札率っていうのはいけないんですよ。もうそんなこと僕知らなかったけど、なんとなくだんだんそうだなと思ってったわけで、辰木さんは下水道をこういうふうにするべきだって、で僕は下水道課長にした。でも今まで年次で決まっていくっていう人たちからすれば多分歓迎されざる人事なわけですよ。そして辰木さんに13枚かなんかの文書の中の1枚を他の部員は持ってる紙だからね、破りなさいと言ったっていう話が一人歩きしていくわけで、普通百条委員会ってのはそのまま議会で議決をされて、僕とかその時の経営戦略局長とかなんとかそういう人たちはみんな虚偽答弁をしたという話になるわけで、
ところが当時の皆さん検察は特捜はさって思うかもしれない、当時の長野地方検察庁はその辺を丹念に見てて、なんかうち普通検察に出すんだけど、いやいやうちに受け付けなくてもうちが受け取らなくてもいいんじゃないですかみたいなニュアンスだったらしいんだよね。それで議会は田中康夫とか局長、経営戦略局長の虚偽答弁だということになって公文書危機を指示したとなってんだけれども、検察に出しても検察が取り合わないと思ったらしくて警察に持ってったわけで、その時の県警本部長っていうのがまあいい人だったんだけど、なぜか東大経済学部出て電通に入ってたんだけど、やっぱり正義のために県警法警察に入られた方だったの、もうお亡くなりになっちゃったのかな。でそこで受け付けたわけ。そうすると知事選が8月だったんですけど、6月とか5月に4月とか3、まあ向こうも計算してそのくらいに出してきたのかな。そうするとその県職員が呼ばれるわけよ、事情聴取で。でそうするとそれが連日地元の新聞には本日も県職員何十人呼ばれるって載るわけで、で、まあ、私が知事で亡くなった後に一応警察は書類送検じゃなくて書類送致っていう、まあそれは議会から出てきたものは検察に送致をしないといけないんです。でそれがちょうど私が2006、7年に参議院議員になる、全国に新党日本で出た前くらいで、そうするとやっぱり夕方の、あ、夜の10時前のほら4分くらい全国ニュースあるじゃないですか。それでなんとなく田中康夫がさ暗い廊下を歩いてる映像が流れてさ田中康夫書類送致へって出るわけ、おおと思って、で僕がまあ参議院議員に150万票くらい新党日本で取って、僕の名前が45万人くらいの皆さんが、組織が何もないのにね、あの名古屋とか札幌とか横浜もかな、社民党より多かったんだよね。でもそれはそういうウルトラ無党派ってのがいて、僕はそういう人たちは僕を好き嫌いじゃなくて、そういう人たちが願ってることを実現しなければこの日本は潰れちゃうと思ってるんですよ。それは自民党支持者の中にも公明党支持者の中にもたくさんいらっしゃると思うし、と思うのね。それで僕が参議院議員になった後に長野地方検察庁がどういう判断をしたかというと、嫌疑なしで不起訴ってしたんです。皆さんは起訴猶予ってのと嫌疑不十分で不起訴ってのがあります。でも嫌疑なしで不起訴だったんです。でもってことは社長賞だか編集局長賞をもらった記事は三号賞だったかもしれないわけですよ。でも裏取りもなく僕は否定してたのに、でもそのことに関して検証記事が出てるわけではないし、僕になんか謝る必要ねえって思ってるだろうし、僕も謝っていただいたからってどうってことはねえんだけど、皆さんは僕先ほど神奈川新聞と神戸新聞って別に横浜市長選を目指してるから神奈川新聞を褒めたわけでもなくて、神奈川新聞や神戸新聞ってのは全国紙と戦ってんですよ。だって横浜市や神戸市では全国紙の方が部数が多いんだから。でも県紙などという名前ではなくて、やっぱり一番いい意味での地回りをしてるから的確なわけでしょう。一個例を挙げましょう。秋田先駆けという新聞があります。立派な新聞だと言われています。何年も前に東京の全国紙の女性記者が秋田の検察のキャリアの人なのかな、今で言うセクハラパワハラモラハラみたいなことがあった。他の全国紙の記者もみんな3年で変わっていくかもしれないけど、そのことは書いた。僕の記憶にある限り秋田先駆けは一行も書かなかった。だからね、地方紙は北海道新聞の今回も配置されて2日目の女の子が自分であんなことするわけがない。他の記者もみんなしてた。それは彼女の逃げ方が稚拙だったかもだけど、それは稚拙という話じゃないと思う。でもなんで彼女の名前は実名でその地元紙だけは書くのか、北海道新聞は。会社が守るべきはもちろん巨悪を
逃さないことであると同時に、彼女を守ることじゃないんですか。彼女が窃盗したわけでは何でもない。全国紙じゃなくて地方紙は今回も最も最初にオリンピックはやめましょうと言った新聞が信州にあるらしい。あるいは救助保険が大事ですと書く地方紙がある。でもその人たちは安全地帯から言ってんです。いや、全国紙が言えないのも不甲斐ないけれども、地方紙の話ではないかもしれないわけじゃないですか。そして今言ったような事例で秋田先駆けも、もしかすると新潟日報も原発に関しては言えていないかもしれないということは、原発がいい悪い以前に住民に根ざしてるべきはずの地方紙は根ざしてないとこがあるんじゃないのかなっていうのは僕の限られた経験で思うことですね。だからなんていうのかな、それは脱記者クラブ宣言云々とかじゃなくて、個々の記者もみんな思ってることで、だからあのサンデー毎日の中で書いたように、浅田彰が僕に教えてくれたことは、関東が最もパブリック、公務員ってことじゃなくて勤務時間中に最も保身というプライベートを人間は考える。東芝に勤めてる人たちだってこんなことでいいのかと思ったはずですよ。でもそれを言ったら株価が下がっちゃう。今逆に東芝の役員は物言う株主という人たちが動いてきてるけども、みんな黙ってた。でも関東が言ってるのは、プライベートの時には世の中に家でビール飲みながらダメな政治だなって悪態ついてるかもだけど、同時にコロナになる前から今年の夏祭りどうやるよとか、あるいは子どもの隣町まで行く高等学校のスクールバス10分早くしようよと、プライベートな時に最も身近ってことだけじゃなくてパブリックな話をしてると。それを関東は浅田曰く非社交的社交性と、非社交的社交性なんで、も今までの大文字のメディアというものは社交的非社交性なんですよ。だから僕はそれはとても大事なことだなと思うの。そしてそのことが横浜をなんで選んでんですかじゃなくて、横浜、僕はやっぱりそういう落差があるところに神戸に行ったこともそうだし、長野で僕を選んでくださったこともそうだと思うし、横浜にもそういう落差がある。でもそれは空や海はあんなに青いのに、それを誇りに思ってるのに、なんか違うところがあるんじゃないかっていう人たちがいるならば、僕はそれを信じたいと思うし、その人たちのがやっぱり笑顔になれることをやりたいと思う。それは市職員の中にもたくさんいらっしゃると思うし、あるいは市議会議員の中にも僕はたくさんいらっしゃると思うし、地元のメディアの中にもたくさんいると思うし、それをしたいと思ってますし、それは長野の時よりも多少年を食ったことで狡猾ということではなくて、あるいは妥協するってことではなくて、もう少し違う山の登り方やもう少し違う迂回路の作り方はそれでも失敗するかもしれないけどあると僕は信じているし、そのことをもし理解してくれる方がいたら、組織がありません。長野の時に面白いのがね、複数の記者たちが、まあ僕が通るだろうと、当時の今ほどの精度の世論調査じゃないけど、その時対抗馬の副知事を応援していた県議会のボスのところに前日に聞いた時に、田中の票は分からんと、どこ空飛んでんのか地べたにいるのか分からんと、でお宅はどうですかって言ったら、220万件見たんだよ有権者、まあ横浜市も378万人だけど有権者が313万とかそのくらいかな、でも長野県だって170万とか180万いたんだよね。自分たちの票はこのくらいだって言ったのが、後からまあ僕も当選したから聞いたんだけど5000票と違わなかったってわけ。それが今までの政治の票読みだし、それはあっぱれで大変なもぶどまりも決めたんでしょう。でもそういうことの政治がなんとなくみんなは世の中良くなってほしいと思ってるけどちょっと違うなって思ってらっしゃる方がいて、それは横浜に限らずどんな小さな町にだって僕はいらっしゃると思うし、
そういう人々のために横浜が少しでも変わるってことは、それはいい意味での触媒役になれるっていうことだと僕は思ってるんですよ。そして触媒も触媒で終わるんじゃなくて自分も変わっていくし、それが全国に波及していく。それは従来の今までの市民のためにとか身を切るためにとか言ってた既存の政党とか組合とかいろんな団体というものに、政党政治を誰も否定してないんだけれども、与野党問わず今の政治に絶望している人があらゆる政党の支持者の中にもいる。その人たちがやっぱりカントの言うプライベートな時に最もパブリックな判断をしてくださるということを僕は信じたいし、それはポスター貼る人も足りません。もう募集しますけど、そうするとまた違う掲示板貼っちゃう人も出てくるから、それはそれで楽しいことだそんなことを気にしてちゃしょうがないことで、まあちょっとそれは募集を事務所できてからでないと、でまあ事務所はその横浜スタジアムの向かい側の空いてるホテルをたまたま YouTube 見てたっていう債権者が、他の2人の債権者に掛け合って貸してくれるっていうんで、こんな嬉しいことは、まあそれなりのお金払わなきゃいけないんだけどねでも多分破格だろうかどうか分かんないけど、破格だなんて言うとね、警察が破格で借りたのはどうもおかしいんじゃねえかとか思っちゃうとあれだけどね、だからそういう選挙だと思います。だからまあ僕はSNS の力を借りるとかじゃなくて、僕は及川さんなんかよく知ってるけど、地上戦でもあるし空中戦でもあるっていうか、そういう選挙になったらいいなと思ってますけどね。で、まあこの亀ちゃんの書いたのと、その候補長野県は面白いんで差し上げます。だから宮崎さんもぜひ僕を嫌わないで読んでみてください。どうぞ。どう行かなくてよかったの今日もインディーズの集いに質問できなかったから、ちょっとごめん、どうぞ。ごめん、選挙のことでちょっと、横浜市長選の投票率なんですけど、過去の2009年、それは衆議院と一緒でしたから ね、政権交代の選挙と、その次は2013年が 29.05 で、2017年が 37.21 と、横浜愛を持っている横浜市民の人が選挙に行かないと、まあそりゃそうですね、まあ組織がないとおっしゃる田中さんの、その田中さんが市長になるという姿は見えてこないんじゃないかなと思うんですけれども、あなたらしくない質問だねあなたがなんか組織票立脚で考える新聞記者のような質問をするとは思わなかった人間はいろんな面をそうだったで、まあそこをどうされていくか、どうされるって、その俺がなんだ、羊飼いのおじさんみたいにね、迷える子羊を投票所に連れてくわけじゃないから。だけどそれはやはり、だ前このサンデー毎日で書いたように、カジノの問題をきっかけに、だからカジノやコロナが争点ではないって僕は言ってるじゃないですか。でコロナに関してはそうそう忘れてた、僕はね孤独のグルメ方式をやろうと思ってんの。だっておかしくね、夜になるとコロナのウイルスは飛ぶのか、画家なんだ、どういうことだよ。そして酒飲めばコロナになりやすい、さ大騒ぎをしてれば別で、なんで残業してる人がさ8時以降飯食えねえんだよ。まあそれは一汁一菜があったかくない浜弁出してるからか、全国違うじゃん。ほら前からパネルだって飲食店いじめじゃん。だからパネルだって PCR 検査するなって言ってた人たちが専門家と称する中にいっぱいいた、右代表バズフィードみたいなところをはじめとしてね、なんでさ選手村で毎日こ PCR 検査してんの、バズフィードはおかしいって言わねえんだよ。おかしくねえか。そして選手村では毎日 PCR 検査してるからお酒も飲めんでしょ。いつの時代だよ、出島どころの話じゃねえじゃん。
開明的な、まあ、日本で最初に和親条約でだよ、開かれた町がそんなことにいいダクダク従ってていいのかって。だからおいらは孤独のグルメ欲しい。だってカップルだってパネルがあって飯食えばいいじゃん。でちゃんとだって飲食店がどれだけ努力してんだよ。だから孤独の長横浜市は孤独のグルメ方式のパネルとかちゃんとあるところの店舗はマークつけてそこでは酒も出したっていいじゃん。その代わり大騒ぎする人はちゃんと止めなきゃダメよ。それを食事の時だけマスクこうやるなんてさ、あんなの まだるっこしい話よ。食事の時は早く早飯だったんだけど、最近ゆっくり食べるようになって塩分控えめな料理を妻がのめぐみが作るようになったんで、ほらね、お意見してるようにもうちょっと俺太ってたんだけど、この3ヶ月くらいで9キロ痩せたんだけどさ、多分これでまたさ田中康夫病気じゃねえかっていうやつが出てくると思うんだけど、あの上下の内視鏡をやって血液検査と尿検査したけど全部基準値内なんで、まあ多少まだ太ってるけどね。あのだから孤独のグルメ方式っていうのを横浜は全国に先駆けやるべきだと思う。当たり前の話じゃん。で孤独のそうしたらさ、孤独のグルメなんて知りませんって、お前そんなビーストで、ま、ジャーナリストやってんのかよって俺はその記者に言ったんだけどさ、だから変だよね。ロジカルじゃん、論理的じゃないんだよ。論理的ってリズメじゃなく四角四面じゃなくてさ、だから孤独のグルメ方式は絶対あの政権放送がないんですよ、政令指定として。だけどまあそれはあの広報には入れようと思ってるし、まあ横浜の人もだって今まではあれだったのが、ほら現職大臣だった人もオリンピック1ヶ月前にお辞めになったりしたから、多分職場が東京、横浜都民の人も東京に行けばさ10人立ってるらしいだけじゃなくて、お前なんかすげえ、なんかすごい状態ねって言われるから、多分今までのそのあなたが言った低投票率だったって時はもう答えが決まっちゃってんのかなってことだったけど、そしてカジノを起点に、カジノだけじゃない横浜の表と裏ってものを少しずつでも着実に変えなきゃって思ってる人は僕は少なくともいると思うし、だって待機児童16人ですってのが嘘なわけじゃん。入れなかったから母親が育休を延長してるとか、あるいはまあそれをきっかけに休職をしているとかいう人の子供が3000人近くいるのに、それは保留児童って僕書いたけど、あの晩あの会見でも言ったけど、メートル法の時代に借款法言っててさ、で16人のところだけメートル法を使ってるわけじゃん。こんな欺瞞はないでしょうよ。全国の1747市区町村の中でさ、唯一さ借款法を都合のいいところだけ使ってるってさ、だから それに象徴されてるってことだと思うの。そしてそれが変だと思ってる職員は少なからずいるはずだしさ、だからその意味で言うと僕はそれは縄をつけてみんながどっかに連れてくわけではないけど、横浜の人は今度はいろいろと考えてると僕は思うし、それを信じてるしという。で新参者の4月12日に市民になった私としては、あのそのことを愚直に訴えるってことだと思う。そして逆に言えば大変な前期だけど、じゃあ参議院学級をやったり地域食材の給食をやったり宅養老所というのを、だってデイサービスも新築でないと国はお金出さないんですよ。横浜だって多分保育の施設も新築だからいろんな企業が入ってきたけど、採算が合わなきゃ企業のロニーで出てっちゃうんですよ。僕は長野の時に車座集会をやった時に、本当にロン毛のお兄ちゃんが社会福祉協議会にいても不満があったわけじゃないけども、自分たちの商店街のアイトリエを使ってデイサービスをやる。でもそれは消防法で100平米以上あると緑のランプつけなきゃいけない、台所は防火にしなきゃいけない、300万400万かかるんですと、見に来てくださいと言われて見に行って、これはすごいことだと。商店街で昼間から老人の笑い声が聞こえると、で宅老所、自宅の宅に老人の老にところってのを始めたわけ。そしたら一人の女性の職員が、女性じゃなくてもよかったんだけど、長野県は一番全国で働いてる女性が多い県だから、0歳から就学までの子供がそこで預かれるように保育士が一人いれば宅養老所になるって言ったわけで、僕はこれが本当に世代分断型じゃなくて地域分散型だと、遠くの施設までバスで行くんじゃなくて突っかけ履いて年寄りも行ける。で
子どもの元気さと老人の知恵をもらう。それはもう一個、小学校もだんだん空き教室が出たんで、僕は老人のいる学校っていうのをやったんです。畳を一個敷いて、そうするとデイサービスに行くんじゃないような、もっと元気なおじいちゃんおばあちゃんが野沢菜とかリンゴ食いながら部屋にいるわけ。そうすると保健室に逃げ込むこともできないような子供がそこに来て、おおとか、あるいは転んだ子供の、あるいはボタン取れたのをじいちゃんばあちゃんがつけてあげるとか。でもそれがコミュニティだと僕は思うし、それをまあやったの。まあ横浜の場合だって本当に根岸線の沿線とかお年寄りが多いわけだし、南区も金沢区も、あるいはこれから田園都市線だってあと10年も経たないうちに多摩ニュータウンになってっちゃうわけじゃないですか。だからその時にやるべきことは箱を作ることじゃない。今ある商店街や住宅の空いたお家を使って、そうしたことを、世代分断じゃないことを、長野でやったことが横浜でも僕は形を変えてできると思うし、財源がっていうんだったら、私は財源がなくても、それは職員の協力があったからだけども、30人規模学級だってまた突っ込んできた人がいるの。あ、これ最後に言ったからだけど、子供がね92人だと、1学年92人のところを30人学級に厳密にしちゃったら20何人のクラスが4つできちゃうわけよ。だからこれは30人学級も31人のクラスが1個あって、31人のクラスが1個あって、もう1個は30人で、全部で92人なわけ。だから30人規模学級って正直に言ったんだけど、これをこの間突っ込んできた人がいてさ、お前は嘘つきだっていやまあそれだけ期待してくれるってのはありがたいことだと思うんだけど、だからまあ、そのだから空理空論を言ってるわけではないですってことをもし知っていただけたら僕は嬉しいなとは思います。なんちゃってね。じゃあ田中さん、18時から撮影が、あ、撮影じゃない、あ、18時はここでお意見が、俺たちが引き延ばしたんでもないのに田中康夫が勝手に喋ったから、田中康夫ここだけの話は18時15分からですとか勝手にツイートしといてくれればいいです。どうも。じゃあ、今日は横浜市長選挙に出馬される予定、予定の田中康夫元長野県。あ、だからあともう一個、会見でも言ったけど、立候補をするってみんな犬の散歩してる途中に言ったわけじゃねえんだから、うん、一応それなりに言ったわけじゃん、うん、でそれをその後俺の公約述べば降りてやるとか、お前も一本化なんで、でよくずっと未だに言ってるのは、これじゃあ負けちゃうとか一本化とか言ったけど、それは農耕民族の件だ。日本は農耕民族であると同時に狩猟民族でもあるんですよ、縄文なんて。だからその計算が今までの従来の表、先ほど言った5000票と違わない票読みの話と同じだと思うわけ。だって立候補する権限はあるし、あ、権利はあるし、降りる権利ももちろんあるわけだよ。誰かに許しを得なきゃ降りる、まあ初日の5時を過ぎちゃったらもう降りることはできませんけどね。でも仮にそれ長野の時もそうで、もう怪文書がいっぱい飛んで、その時観光バスの運転手さんだったのが街宣車やった時に、彼は本当に向こうからトラックが入ってくるんじゃないかと、その時には絶対俺が人柱とは言わないけど絶対候補を守るってたんだけど、まあ俺が仮に病気でなっちゃうと、当時は僕独身だったから、僕の両親か妹しかは立候補できんのよ。僕が選挙中に死んじゃったら誰か、それは一等身以内はなれんの。だから今回の場合は、まあ、うちの父は91で、まあ、母親は今年の1月2日に92で亡くなったんですけど、天寿を全うしたんだけど、うちの妻が田中康夫の代わりに多分出るとは言わないと思いますけど、おいらが車の事故で亡くなったり突然亡くなっちゃえば、まあ、そういうことではあるけれども、立候補の日まではみんな自由に辞めることもできんだからさ、うん、だからそれが僕は開かれた談合は嫌だなって話で、うん、俺が他のやつらと譲らねえぞっつってるわけでも何でもなくてさ、うん、なんかその事前調整ってのはすげえにゃんか嫌だなって思いますけどね、うん、まあそういうのがいいって思う人もいるんでしょう、うん、しょうがないねそれはね。おしまい。ありがとうございました。じゃあ撮影終わりにします。はい、じゃあ。